駅に着いたよ。久しぶりに会えて嬉しかった。2年ぶりに帰ってきたんだからもう少しゆっくりしていけばいいのに。お姑さんが帰ってこいって。あら、愛されてるのね。年始で忙しいから私にいろいろと雑用をやらせたいんだと思う。あ、そっち？嫁入りって大変なんだね。ご飯もまともに食べられないよ。な、大げさな。ほんとほんと、実家出てからお肉食べてないし。え？やっぱりお母さんが作るご飯は美味しいな。ゆうこ？何？2年間お肉食べてないなんて冗談よね。ほんとだよ。じゃなかったらすき焼き食べながら泣いたりしないって。確かに異常に喜ぶなぁとは思ったけど、どうして食べないの？お姑さんがダメだって。はぁ？うちの嫁として恥ずかしい。その余分な脂肪がなくなるまでお肉禁止って言われちゃってさ。もともと太ってなんかいないじゃない。2年で体重15キロも減ったよ。そんなに？細くなったとは思ってたけど。今は163センチで39キロ。笑い事じゃない。平均体重調べたら59キロって出てきたわ。20キロも違うなんて。もう笑うしかないんだよ。じゃないとやっていけないの。我慢してるの？だってかけるとやっていくにはお姑さんの言うことを聞くしかないんだもの。信江さんからそんなひどい扱いを。帰りたくないよ。ずっと実家にいたい。もう一泊しちゃダメかな。何泊だってしていきな。タクシー代払ってあげるから帰っておいで。でもお姑さんに怒られちゃう。信江さんには私から言っておくから。でもかけるとの関係が悪化したりしない？離婚させられたり。それは二人の問題でしょ。どうして親が口を出すのよ。かけるもお母さんには逆らえないみたいなの。何それ、お嫁さんよりも自分の親を守るって男気がないわね。言い返してくれそうな時もあるんだけど、やっぱり萎縮しちゃって謝ることしかできなくて。このままじゃ二人ともおかしくなっちゃうわよ。とりあえず私に任せて。かけるくんとはちゃんと連絡取って二人で話し合うこと。分かった。お昼もお肉料理にしてあげるから帰ってきなさい。それで信江さんに何をされたか詳しく聞かせてちょうだい。うん、ありがとう。1時間後。いつもうちの娘がお世話になっております。あら、かよさんじゃないの。顔合わせ以来ね。何かご用？ゆうこは何日かうちに泊まらせます。それは困るわ。ちゃんと嫁としての仕事をやってもらわないと。去年は帰らせてもらえず、2年ぶりの親子の再会なんですから、もう少し余裕を持たせてくれません？それでしたら二度と帰ってこなくて結構ですよ。え？そろそろご連絡しようと思っていたところなんです。お宅の娘さんはうちには必要ないと。どういう意味です？言葉のままですよ。うちの嫁にはふさわしくない。だからかけるとも別れてもらいましょう。お言葉ですけど、そちらの家は先祖代々受け継がれた由緒正しきお家柄でしたっけ？別にそんなんじゃありませんけど。ですよね。天皇でもないし、ナシエンの方でもない。一般家庭の嫁にふさわしくないとかあるんですか？うちのかけるには合わないのよ。本人たちが幸せならそれでいいじゃないですか。姑の立場から合う合わないと決めつけるのは毒親のやることです。何ですって？かけるくんが優子と別れたいと思っているならそうさせるべき。でも違うでしょ。二人は仲良くやってるじゃないですか。それが問題なのよ。かけるは優子さんに洗脳されています。はい？あんな掃除もまともにできず、料理のセンスもない女を嫁にするなんて、どうしちゃったのかしら。なるほど、こうやって優子を責めてあそこまでひどい姿にしたんですね。何のことです？あなたがしたモラハラのことですよ。優子にだけお肉を食べてはいけないというルールを作ってるそうじゃないですか。
だって見ました？あの脂肪、イベリコ豚かと思うわ。どこにそんな脂肪があるんです？2年で15キロも痩せてかわいそうじゃないですか。まだまだ痩せてもらわないとね。走ると揺れる肉が気持ち悪くて見てられませんもの。もしかして胸のことを言ってます？あなたおかしいですよ。うちの教育に口を出されるいわれはありません。はあ、何を言っても分かってもらえませんか。うちに置いてやってる時点で感謝してもらわなきゃね。これは嫁修行です。なら警察に通報するしかないわ。私が何をしたって言うんです？嫁が自主的に痩せただけじゃないですか。知ってるんですよ。あの子に火傷を負わせたでしょ。はて、左腕の大きな火傷です。上から沸騰した夜間を乗せられたと聞きました。これは傷害罪になります。お宅の娘さんは妄想力がたくましいんですね。心配ですから今すぐ精神科に連れて行ってあげてください。はあ？優子さんが自分で沸騰した夜間を腕に押し付けたんです。なわけないでしょ。病んでる人の自傷行為ですよ。今の若い子にはよくあること。そんな証拠がどこにあるんですか？では私がやったという証拠は？それは。かよさん、一度落ち着いてください。かけるとゆうこさんは愛し合ってるのは認めます。それを邪魔したくないのなら私の教育方法にも口を出さないでください。じゃあ二人と別々に住んでいただけません？それはかけるが心配するので無理な話ですね。あの子はなんだかんだ私が最優先なんです。そうやって優子をいたぶり続ける気ですか？そもそもあなた失礼じゃありません？私より10個ほど年下のくせにシャシャリ出てきて。実際に一緒に住んでるのは私なんですよ。この場合年なんて関係ないですよね。いいですか、年上の言うことはちゃんと聞きましょう。優子さんはうちの嫁なんです。私が教育する立場なんですよ。なるほど。あなたと喋ると何が正しいのか分からなくなって混乱します。だから優子もあんなになるまで耐えたのかしら。優子さんには早く帰ってくるよう伝えて。じゃないと離婚させますからね。数分後、今私が送ったスクショを見てくれたかしら。はい、僕の母が失礼なことを言ってすみませんでした。私には謝らなくていいのだけどね。優子のためにこの現状を変えられない？それは。自分のお嫁さんがいびられるのを見て悲しくならないの？僕も母が怖いんです。家族でしょう。そうなんですけど、家庭によっていろいろと違うんですよ。違う？僕から見たら、かよさんは母親として素晴らしい人だと思います。僕の本当のお母さんだったらいいのにと思うくらいです。照れるわね。優子さんもたくさんの愛情をもらって生きてきたってわかるような、とても可愛い人です。あの子のこと、ちゃんとわかってくれてるじゃないの。ただ、僕は小さい時から、自己肯定感を削られるような生き方をしてきたので、自信がなくて。かばおうとする時もあるけど、結局は萎縮しちゃうって聞いたわ。そうなんです。母に何をされるかは分からなくて怖いんです。それこそ優子さんと離婚させられるかも。二人で逃げるとかは考えないの？母はどんな手を使っても僕を探し出すでしょうし、勝手に離婚届を出されそうになったこともあるんです。いろいろあったのね。2年間2人が苦しんでいたのに何も知らないで。私情けないわ。お母さんは何も悪くありません。僕も男気がないせいで。それはそう。え？男気は確かに足りてない。私が嫁だったらすぐに味方についてほしいもの。そうですよね。何してんの？もう気合が足りない。俺、お母さん、キャラが変わってきてますが。あなたは信江さんが優子に火傷を負わせるところ見た？
見ました。なら、なんでその時に通報しないの？これは教育だからって。そんな教育あるわけないでしょ。タケル君も感覚がイカれてるわね。すみません。正直言って、このままだと優子の精神が持たないわ。私は自分の娘を助けなきゃいけない。だから選んで、お母さんと戦う勇気を持つか、優子と別れるか。そんなのは前者に決まってます。でも。でも、もうヘチマもない。覚悟決めなさい。こんなに傷つけてしまうなら、優子さんと別れた方がいいのかと悩んだ時もありました。でも僕が弱くてできなくて。うじうじ言ってんじゃない。どうするんだって聞いてんのよ。優子を守れるの？どうなの？わかりました。優子のために戦います。よく言った。翌日、お話があります。またあなた、しつこいわね。かけるが優子さんを迎えに行ったけど、まだ帰ってこないのよ。何してるわけ？二人はもう戻らないわよ。私言ったわよね、年上には従いなさいって。それなのに余計なことをしたの？ここまではっきりと毒親な人見たことがないわ。ネッシーくらい貴重かもね。それだけあなたはお花畑な環境で過ごしてきたってことね。それの何が悪いのかしら。そっちの方がみんな平和に暮らせるんだからいいじゃないの。あんたたちが平和でも私の心は落ち着かないのよ。カケルに連絡しないと。しても無駄。カケル君は信江さんのペットじゃないんだから。はあ？あの子はね、私の言うことなら何でも聞くのよ。これからも私に恩返しを続けてもらって、何不自由ない生活を送るの？その生活ももう終わり。それなら自分でカケルを探すわ。そして今度こそ離婚させてやる。あの嫁もきちんと教育すれば役に立つと思ったのに。見込み違いね。もういらない。まだ分かってないようだけど、カケル君はもうあんたの言うことを聞く気はないの。そんなわけない。すぐ戻ってくるわ。あの子は今どこ？警察署。え？悠長にしてるけど、あんた本当に捕まるよ。どうしてよ。私が何をしたっていうの？自分が何をしたかも忘れちゃった。もしかして優子さんの火傷の件を言ってるのだとしたらお門違いよ。私は関係ないって言ってるでしょ。でもかけるくんが証言してくれる。何してんのよあいつ。私に歯向かう気？ああ、やっと初めての反抗期ね。おめでとう。うるさい。かけるが証言したところで何になるの？一部始終をビデオで撮ってたわけでもないんだし、否定すれば済む話でしょ。それが証拠があるのよ。え？かけるくんの中学生からの日記があるの。それが何だっていうのよ。そこにはあなたが何月何日にどういう風に暴力を振るってきたかが事細かに記されているわ。何それ。約20年間の記録があるし、かけるくんの体にはまだ火傷や切り傷、殴られた跡が残ってる。昨日知り合いの弁護士さんに相談したらね、これなら証拠として認められると思うってよ。やめて。そんなの裏切りじゃない。最初に我が子を裏切ったのはあんたよ。バレないように服を脱がなきゃわからないところばかり狙うなんて卑怯で残忍すぎる。私だって大変だったのよ。もともと産みたくないのに産まされたの。は？父親が誰かもわからずに、下ろす費用もなかったから、とりあえず産むしかなかった。一人で苦労してきたの。知らんわそんな。自分が好き勝手遊んだ結果のくせに何被害者ぶってんの。あれ、これじゃあ涙誘えない？むしろもっと腹が立ってきた。ちょっと待ってよ。警察の方は状況によっては民事ではなく刑事事件として動くって言ってるからね。私逮捕されるの？そうよ。それくらいのことをしてるの。ごめんなさい。せめて示談にして。お金なら払います。それは誰のお金なのよ。誰
のおかげで今生きてんの？かけるの稼ぎのおかげで生活できてます。じゃあ払えるお金もないよね。おとなしくお勤めしてきてください。服役だけはしたくない。お勤めなんて嫌。バーゲン行くの、スイパラ行くの、妖精見に行くの。夢の中でどうぞ。夢じゃ味しないじゃないのよ。後日談。警察署で今まであったことをすべて話し、証拠の日記も提出。そのおかげで翌日信恵のもとに警察が来て逮捕。長期間にわたって身体的精神的ともに暴力を振るっていたとして懲役5年の有罪判決が出ました。現在信恵は61歳で1型糖尿病を患っています。運が悪ければ日の目を浴びてスイパラや寄席を楽しむ機会はもう来ないかもしれませんね。優子は平静を取り戻して今までされていたことのひどさを実感。しばらくはかけるくんに怒っていましたが、話し合いの末夫婦関係は続けていくことに決めたとか。あれからかけるくんは今までの反動なのかめちゃくちゃ男前になって、優子はメロメロとのことです。二人に一緒に住まないかと誘われましたが、ラブラブ夫婦の邪魔はできないので丁重にお断りをしました。二人には幸せになってほしいです。孫もそろそろ欲しいという気持ちもありますが、黙っておきます。あなたの実家にいたゆいが血まみれで帰ってきたんだけど。え？まだ9歳の娘をなんで一人で帰らせたわけ？しかもこんな豪雨の中。血まみれってどういうこと？公園近くの階段で足を滑らせたらしいの。それで頭を打って。マジか。今は病院で安静にしてるけど、あなたは父親のくせに何してんのよ。落ち着いてくれ。まず俺は実家なんて行ってない。は？急な出張が入ったって LINE したよな。そんなものどこをどう探しても見当たらないけど。あ、別の人に送ってた。何してんのよ。それより出張が入ったって本当？ああ、休日だってのに参ったよ。だからって娘を一人で帰らせるなんてどうかしてる。確かに実家までは歩いていける距離だけど。いや、ちゃんとタクシー予約したぞ。彼だって渡した。はい。電話でスカット公園まで来るように頼んだ。それでユイには公園のベンチで待つように言った。タクシーが到着するまでユイと一緒にいなかったの？こっちも急いでたんだ。走って駅に行かなきゃ間に合わなかったし。とはいえこんな豪雨の中娘を置き去りにするなんて。でもどういうことだ？ユイはタクシーに乗らなかったってことか？そうなるわね。ユイが足を滑らせた階段はスカット公園の近くだから。謎だな。ユイはなんて言ってる？すぐ病院へ連れてったから階段で足を滑らせたってことしかまだ聞けてない。そうか。まあ無事ならよかったじゃん。何よその言い方。あなたがちゃんとユイを見てればこんなことにはならなかったのよ。そんなに責められなきゃいけない？は？階段で足を滑らせたのは不慮の事故だろ。外は大雨だったしな。だからその原因があなたにあるって言ってるんじゃない。仕事だぞ。お前たちが何不自由なく暮らせるように稼いでやってんだ。生活費はパートの私と折半でしょ。だいたいそんなこと言うなら一緒に来ればよかったんだ。今日はお前だって休みだろ。は？ユイと二人で行くって言ったのはそっちよね。365日お前の顔見てるからたまには離れたいとか言って。そうだっけ？絶対に覚えてるくせに。まあお前も随分老けたもんな。結婚した時はもうちょい可愛い顔してたけど。失礼ね。年を取るのはお互い様。俺はまだギリ30代だ。お前は45だっけ？41。ふざけてんの？冗談だって。面白い？あのさ、ユイがこんな状態なのに何をそんなヘラヘラしてるわけ？これから出張だからテンション上げないとやってらんねえんだよ。そういえばまだ聞いてなかったけど、出張っていつまで？行き先はどこ？ 2,3 日ってとこかな。場所は福島。そっか、福島だと電車で2時間ってところね。ああって、え、ちょっと待って。なんだよ。今思ったんだけど、あなたって私服よね？まあそうだな。荷物だって実家に行くためのものしか持ってないでしょ。出張に行くのも実家に行くのも似たようなもんだろ。全然違うわよ。必要なものは現地で買い揃える。
スーツも靴もカバンも全部。ものすごいお金かかるじゃない。仕方ねえだろ。つかごちゃごちゃうるせえ。こっちは急な仕事でイライラしてるってのに。何いきなりキレてんの。もう LINE してくんな。電話もだ。はあ？以上解散。数時間後、かなこ。何？もう LINE してくんなとか言ってなかった？福島に着いたんだが、共同貯金の口座から50万円ほど下ろしたわ。はあ？スーツやらカバンやら買うのに必要なんだよ。まあ必要経費だから許せ。だからって50万円もかかるわけないでしょ。それにどうして自分の口座から下ろさないの？残高見たら9000円しかなかった。ここんとこ飲みだのなんだのでずいぶん使ってたからな。9000円って。まあそういうことだから。あ、ゆいの様子はどうだ？まだ病院のベッドで眠ってるけど。そうか。じゃ、まだ話は終わってない。なんだよ。50万はさすがに無理。使うなら10万くらいにして。お前、俺に出世の道は諦めろっていうのか？はい。今回の出張は大企業とのでかい取引が目的なんだ。成功すれば数十億の利益になる。俺が任されてるのはそんな大役なんだよ。急遽決まった出張なのに。この取引を成功させれば俺の社内評価は爆上がり、一気に幹部クラスへ昇格だ。そのためにどうして50万円が必要なの？相手は大企業だぞ。安物のスーツや時計で商談に臨めるか。取引ってそんなところで決まるもんじゃないでしょ。必要なのは中身でしょ。そんな綺麗事じゃ仕事は務まらん。まあしょうもない弁当屋で働いてるお前にはわからんだろうがな。お店のことバカにするのはやめて。とにかくそういうことだから文句垂れんな。この50万円はいわば投資みたいなもんだ。でも取引に成功したからって出世できるとは限らないんでしょ。ゆいの様子はどうだ？それさっきも聞かれた。話そらすために聞いてない？出血は止まったのか？当たり前でしょ。あ、でもちょっと待って、目覚ましたかも。そうか。じゃあお前はゆいのことを見ててやれ。わかったな。おい、聞いてるか？あのさ。え？なんかゆいが妙なこと言ってるんだけど。何？いや、後で話すわ。あ、そう。別に興味ねえけど。商談うまくいくといいね。余裕だよ。そんじゃな。1週間後。今日も残業？うん。ここのところずっとだね。俺ともあろうものが出張先でミスっちまったからな。また出世のチャンスをつかむために頑張らねえと。よく言うわ。残業なんかしてないくせに。え？出張に行ったってのも嘘なんでしょ？女のところにでも入り浸ってた？何を言ってる。とぼけても無駄。更新所からの調査結果がついさっき届いたから。は？やっぱり黒だったか。お相手は私と同じ名前のかなこちゃんね。漢字は微妙に違うけど。なんだよ更新所って。ずっと調べてたのよ、このクソ浮気男。一体いつから？あんたが出張から帰ってきた日、4日くらい前か。なんで俺を調べようと思った？出張疑ってたってことかよ。いいえ、なんとなく怪しいとは思ってたけど、疑うってほどじゃなかった。でもゆいの言葉を聞いて考えが変わったのよ。なんだよそれ。病院で目を覚ました時、私にこう言ったんだ。パパ、若い女の人と会ってたって。は？あの日ゆいはあなたの言いつけ通り公園でタクシーを待ったらしい。でも近くに大きな雷が落ちて怖くなっちゃったんだって。それでその場を離れてあなたを探しに行ったらしいの。マジか。そしてあなたを見つけた。でもそこで見た光景は、父親が知らない女の人とキスする姿だったのよ。ゆいは子供ながらに見てはいけないものを見たと思ったらしいわ。あれを見られてたなんて。大雨が降ってるのによくやるわよ。それでゆいは走って家に帰った。その途中で階段から足を滑らせちゃった。そういうことか。わかる？あんたのクソみたいな行動のせいでゆいが危険な目にあったってこと。いや、階段から落ちたのただの事故だろ。まだ9歳なのに変なもの見せられて気が動転したのよ。ケツ。別に計画してやったわけじゃない。最初は本当にゆいと実家に行くつもりだったんだ。でもかなこから急に連絡が来たんだよ。駅前にいるんだけど今すぐ抱いてほしいって。はあ？それで俺の下半身が暴走モードに入っちまってもう抑えられなかったんだ。ふざけてる。すまん。確かあの時間違えて LINE を別の相手に送ったとか言ってたよね。
それって浮気相手でしょ。私と名前が同じだから。いや、あれは普通に間違えて全然違う相手に送っただけだ。なんだ、ただのバカだった。なんだと？言っとくけど覚悟はできてるんだよね。慰謝料ってことか。そ、ちなみに相手はあなたが結婚してるって知ってた？いや、知らない。独身だと偽って街でナンパしたから。じゃあ慰謝料はあなた一人に請求する。300万くらいかな。そんなに？それとユイの養育費、こっちは500万くらいか。なんだよ養育費って。あなたとは離婚するに決まってんでしょ。え？何驚いてんの。私は一度裏切った相手は二度と信用しない。それにあなたの浮気のせいでユイは危険な目にあった。許すことなんて絶対にできないわ。ちょっと待ってくれよ、たった一度の過ちじゃないか。私のことを老けたとかなんとか言ってたよね。そんなに若い女の体が欲しかった？いや、正直に言え。欲しかったです。キモ。でも俺が間違ってた、謝るよ。そんなに若い女が良かったら私と離婚してやれっつーの。それはだって養育費の支払いとか厳しいことになるし。しょうもない男。あなたはパートの私より給料低いもんね。うるさい。そうだ、共同貯金の使い込み分もちゃんと請求するから。え？50万円下ろしたでしょ。はっきりさせてなかったけど出張には行ってないんだよね。まあ浮気相手の家に入り浸ってた。ああ、俺の下半身が暴走モードだったから。さっきも聞いたわゴミ。じゃあ50万円は何に使ったわけ？それはまあ10万円以上するフランス料理を食べたり、1貫3000円の寿司を2人で100貫くらい食べたりとか。そんなの私だって食べたことないのに。あとはカモフラージュのためのスーツ代やカバン代だよ。あれすっごい安物でしょ。パッと見で分かった。だからこいつは黒だなって内心思ってたわ。なあ、本当に俺と離婚するのか？当たり前。こんな過ちは二度と犯さない。お前とユイのことも大切にする。だからもう一度だけチャンスをくれ。黙れカズ。ひでえ。少しくらい考えてくれてもいいだろう。もう終わりにするわ。帰ってきたら離婚届に記入よろしく。カナコ。漢字ミスってるわよ。私カナコ。カナコ。うるさ。後日談。離婚が成立し、私は浮気の慰謝料と養育費を合わせた800万円を達也に請求。共同貯金の使い込みについてはもともとあった貯金額のちょうど半分だったので、残りを私がいただくことで財産分与としました。住んでいたアパートは達也が一人で住むことになったのですが、多額の支払いがある彼は家賃を払っていくのが困難と考え、ボラアパートに引っ越すことに。実家を頼ろうともしたそうですが、不貞行為を非難され断られてしまったそうです。貧血が原因で浮気相手との関係も終わり、今はカツカツの生活を送っているそうですね。栄養不足でハゲたとかいう噂もありますが、真相は分かりません。私は新しいアパートを借り、ユイと二人で暮らしています。ユイの傷もすっかり治り、今では元気に遊んでいます。母さんから聞いた、重い病気だったんだって。そうなの。まさかこんなことになるなんて。今も病院にいるのか？今お医者様との話が終わったところだから。残念だったな。うん、すごくショックが大きい。余命3ヶ月なんだったらお前家事できないよな。入院することになって大変だから、お見舞いには来るよね？誰が病院になんて行くか。これで先生するぜ。え？使えない家政婦はいらない。離婚して出て行け。なんでこんな大変な時にそんなこと言うの？こういう時だからだろ。使えねえゴミは処分するのが普通だ。使い捨てみたいに言わないで。嫁なんて家事と子供の世話をすればいいだけの道具に過ぎねえよ。最低。ずっとそう思ってたの？当たり前だろ。お前なんてその程度だ。私は家政婦になった覚えはない。自分がやってたことを振り返ってみろよ。立派な使用人じゃないか。いい妻、いい母親でいたつもりよ。自己評価高すぎて笑った。何その言い方。家政婦にもならない醜くなるだけのババアとは離婚するに限る。そんなこと言わないで。私はこれからも
大地とマナと3人でいたいと思ってるのに。マナは子供のくせに俺に懐かないから気に食わない。それは大地が休日でも遊んであげないからでしょ。休みの日ぐらい休ませろ。一人で外出ばかりして可愛くないって思うほどマナと遊んでないじゃない。うるせえ、俺に説教するな。誰の金で暮らしてると思ってんだ。私も働いてるでしょ。俺の給料の方が多いだろ。そこまで変わらないじゃない。威張らないでよ。それが一家の大黒柱に対しての口の利き方か。本当のことを言っただけ。これだから口が達者な女は嫌いなんだ。早く別の女と再婚したい。本当に最低。あんたがそんな人とは思わなかった。もうすぐいなくなる女に何言われようと痛くも痒くもない。何言ってるの。あと3ヶ月でくたばる女は理解力も欠如してて嫌になる。なるほど、そういうことか。自分のバカさに気づいたか。離婚届テーブルに置いておくから書いとけよ。余命宣告されて辛い思いをしているのに離婚話だなんて。私はユカ、36歳の兼業主婦で夫と5歳の娘と暮らしています。結婚当初夫はとても優しくて素敵な男性だったのですが、ここ数年は素っ気なく育児にも不参加です。文句はあったものの、私も仕事で忙しく夫に構う時間がないので話し合いも喧嘩もありませんでした。そんな中で突然起こった家族の緊急事態。しかし夫はどうやら勘違いしているようです。私はもう少し夫の本心を探るためにこのまま様子を見ようと思います。翌日。まだ離婚届書いてないのかよ。私はする気ないって言ったでしょ。は？あと3ヶ月の命なんだから別にいいだろ。そう思うんだったらそれまで待てばいいじゃない。なんで早く離婚したがるの。ババアの世話はしたくない。お前の荷物は全部邪魔だから早く持ち出せ。今すぐなんて無理よ。仕方ねえな。なら俺がお前のものは捨ててやる。やめて、大事なものもあるのよ。もうすぐ他界するやつにはいらねえだろ。あの世に持っていけるわけじゃないのに。何があるか知ってるの。知らねえ。でも安物でろくでもないものってのはわかる。あんたには人の心がないわけ。ババア限定だ、嬉しいだろ。ひどすぎる。高価なものがあったら今までの迷惑料として売ったんだけどな。家事も育児も全て私だけがやってたでしょ。お前はいるだけで不快だ。ブス顔を見せてきたのは罪深いぞ。あんただってイケメンでも何でもないんだから文句言うな。俺には顔以外に価値はある。でもお前には何もないだろ。遺産も期待できねえし。どこまでも役立たずな女だ。本当に全部捨てる気。もちろんゴミ置き場に大量投棄するさ。ありえない。これで離婚はスムーズだな。マナのことはどうする気なの。私がいなくなった後育児に全く参加しなかったあんたじゃ大変でしょ。あいつはもういらないから施設に預けるつもりだ。嘘でしょ、本気で言ってるの。可愛くもないし再婚するときに邪魔だからな。信じられない。自分の子供なんだと思ってるの。山に捨てるとか言わないだけマシだろ。あんたの気持ちはよくわかった。すぐに離婚届を出してくる。やっとか。これで俺は自由の身だな。マナのことは私の両親に頼むことにする。好きにしろ。もう連絡もしてくるのよ。1ヶ月後。家が売りに出されてる。どういうことだ。そりゃ売りに出したから当たり前でしょ。俺の家に何してるんだ。その家私のだけど。は？これは俺の母さんが建ててくれたものだぞ。そのお母さんからもらったの。それこそ意味わかんねえだろ。あんたの言動をお母さんに相談したら私に家や遺産を生前贈与してくれたの。嘘だろ、なんでそんな。あんたに何もあげたくないって思ったんでしょ。じゃあ2ヶ月後には全部マナのものになるってことか。今すぐ娘をよこせ。いいよ、そんなことはないよ。どういうことだ。余命宣告されたのはお母さんだから。は？なんだよそれ。お母さんはあんたに報告するときに気が動転して言葉足らずになったんじゃない。それで俺は勘違いしたってことか。
そういうこと。それならお前がすぐに言ってくれたらよかったじゃねえか。なんで黙ってた。私が気づいた時にはすでに離婚を突きつけられてたし、あんたの本心を聞くために黙っていようと思ったの。性格の悪いことしやがって。それはあんたでしょ。お母さん言ってたよ、勘違いをしたとしても妻と子を大事にしない奴は最低だって。それでも遺産とこの家をお前に渡すのはおかしいだろ。それだけ怒ってるってことでしょ。俺は信じないぞ。現に売られてるのにな。そんなにも疑うんだったらお母さんに聞いてみたら。本当だった。まさか母さんが俺と縁を切るなんて。マナのことすごく可愛がってるからね。だからってお前ももらった家を売るなんてどうかしてる。許可はもらってるよ。それにあんたに絶望を与えるなら帰る家をなくした方がいいと思ったの。そこまで俺に捨てられたことが悲しいのか。愛情はひとかけらもない。でもマナのことを考えないあんたには恨みがある。どうしても許してはくれないのか。無理ね。大事なものも捨てられたし。また買えば済む話だろ。簡単に買えないものだったらどうする気。そんなもの持ってたか。私の母親の大事な着物、100万するんだけど。は？なんだそれ。クリーニングの受け取りを頼まれて私が持ってたの。なんでそんな高価なものをすぐに渡さないんだよ。母にだって予定があるんだから仕方ないでしょ。それにしてもお前の家そんなに金持ちだったのか。親というよりは祖父母の家だね。着物もおばあちゃんからもらったものだって言ってたよ。今まで悪かった。すぐ再婚しよう。私の家系が金持ちだからってすぐに手のひらを返さないで。そんなつもりはない。目が覚めたんだ。きっとあんたの目は金マークになってるんでしょうね。あの時売り払っておけば。売られなくてよかったとは思うけど、あんたのせいで着物が破れちゃったんだよね。捨てた拍子だか。そう、すぐに回収に行ったけど最悪な状態だった。お母さんもカンカンに怒ってるよ。でもこの1ヶ月何も連絡来てないぞ。ちゃんと弁償させるから黙っててってお願いしたの。おい、もしかして100万払えって言うのかよ。当たり。そんなの払えない。でもあんたがやったことなんだからちゃんと弁償してもらわないと。悪かった、俺たちやり直そう。再婚したからって弁償はなくならないよ。そういうつもりじゃない。本当に俺は反省したんだ。信じられないな。あんたとは会いたくないし。ちゃんと話し合おう。何を話すことがあるの。こっちは同じ空気を吸いたくないのに。そこをなんとか。本当に反省してる。もちろん。これからはユカとマナのことだけを考える。再婚相手のことはいいの。何のことだよ。1週間婚前旅行してたんでしょ。いいよね海外。でもその間に家を売り払えたからありがたかったけど。お前は何か勘違いしてる。まだ白を切るの。俺は何もしてない。彼女の名前は彩香。ドキュン会社で働いていて来月には式を挙げる予定。そこまで調べてたのか。1ヶ月連絡しなかったのは更新所に調べてもらってたからだよ。確かに彼女とは付き合ってる。でもそれは離婚してからだ。浮気は一切していない。彩香さんの会社に私の友人が働いてたから聞いてみたら1年前から付き合ってるって言ってたよ。まさか知り合いがいたなんて。世間って狭いよね。ちゃんと慰謝料もらうから200万ぐらいになるのかな。そんなの払えないに決まってる。借金してでも払ってもらうから。もちろん養育費も。マナは俺が面倒を見る。誰が渡すか。マナの幸せにはあんたはいらないんだよ。それでも俺は父親だ。親権は俺がもらう。弁護士に相談したけど私の方が有利だって言ってたよ。ちくしょう、俺には何も残らないのか。彩香さんがいるじゃない。あいつは俺が既婚者だったって知らないんだ。きっと怒るに決まってる。本当に最低野郎ね。地獄に落ちればいいのに。お願いだ、土下座でも何でもするから許してくれ。あんたにやってほしいのは弁償や養育費を払うことだけよ。最愛の娘を無下に扱うような野郎なんか絶対に許さない。俺が悪かった。だからもう俺を追い込むのはやめてくれ。後日談。
その後、弁護士を交えて話し合い、無事離婚が成立しました。弁償と慰謝料、養育費総額1500万ぐらいを毎月分割で払うことになっています。元夫は浮気相手と婚約していたらしく、そちらからも慰謝料を請求されることに。そのため元夫は借金地獄となっています。元夫は義母に助けを求めましたが、相手にされず縁を切られたそうです。私と娘に全遺産を生前贈与したため、一銭も元夫に入ることはありません。今は副業も始めて、毎日朝から晩まで働き、ボロボロになっているそうです。さらに離婚の経緯が噂で広まり、誰も寄りつかなくなったと聞きました。私はというと、実家で娘と両親4人で暮らしています。義母の最後を見取るのはとても悲しいですが、本当の娘のようによくしてくれた義母にはとても感謝しています。事故っちゃった。大丈夫か？今病院よ。車にひかれたのか？違う、乗ってたの。あゆみ免許持ってないよな。誰の車に乗ってたの？言う必要ある？は？とにかく事故に遭って入院中なの。手続きとか着替えとかお願い。事情が飲み込めないんだけど、 LINE できるってことはそんなに重症じゃないんだよな。私は大丈夫だけど、メインが大怪我しちゃって数日入院することになりそう。本当か？メイの怪我はどれくらいなんだ？命に別状はないのか？私の連れ子であなたの娘じゃないのにそんなに心配する？何言ってんだよ。メイのことは我が子のように思ってるよ。メイはまだあなたに懐いてないけどね。パパとも呼ばないし。まだ再婚して1年だ。時間をかけて頑張るよ。メイにも心の準備がいるし、すんなりいくとは思ってない。はあ、首が痛い。一体何があったんだよ。今日は雨だから家にいるって言ってたよな。ちょっと知り合いとドライブにね。その知り合いは誰なんだよ。関係ないでしょ。こんな事故に遭わせといて話をしないわけにはいかないぞ。やめてよ。あなたは口出しないで。俺は夫だ。君が言わないなら警察に聞くけど。分かったわよ。言えばいいんでしょ。元旦那よ。え？元旦那の信之。なんで今さら会う必要があるんだよ。浮気してるのか？浮気じゃないの。メイがパパに会いたいって言うから仕方なく。あれだけのひどいことをされて離婚したのに、なんで今さら？確かにあの頃はひどかった。あんな暴力男を耐えられなかったわ。だったら今さらなんで会うんだよ。いくらメイがそう言ったからってそんな危険な奴に会うなんて。家族にしかわからない事情があるのよ。俺は家族じゃないのか？信之とメイは血がつながっているのよ。他人のあなたには理解できない思いとかそういうのがあるの。なんだよそれ。こんなに心配して君ら二人を思ってるのに。それに離婚してから彼優しくなったの。今までとは別人よ。それがどうしたんだ？復縁しないかって言われてるの。冗談だろ。メイのためにも本当の父親と暮らす方がいいと思う。また同じことを繰り返すぞ。メイを守れるのは歩みしかいないんだ。彼は変わったの。あなたにはわからないわよ。悪いことは言わない。やめといた方がいい。何よりメイがパパに会いたいって言うことを聞かないのよ。メイはまだ5歳だ。何もわかってないんだよ。血のつながりってこういうことなのね。本能が求めてるんだと思う。人間そう簡単には変わらないぞ。私は信之を信じる。メイのためにあなたとは離婚するわ。本気で言ってるのか？私も最近彼と何度か会ううちに惹かれ始めてるの。今日だけじゃなかったのかよ。黙っててごめん。メイのためだったのよ。メイのためって言いながら俺に黙って浮気してたようなもんだろ。慰謝料なら一生かけてでも払う。俺たちの一年は何だったんだよ。バツイチ子持ちなんて嫁にもらわない方がいいよ。もう少し考えるべきだったね。なんてこと言うんだよ。全部ひっくるめて家族になろうって決めたのに。失って気づくこともあるでしょ。生まれ変わったあの人となら、やっていける気がしてるの。そこまで言うならもういい。勝手にしてくれ。荷物は？持ってってやるよ。離婚届も一緒にな。
数日後。今までお世話になりました。荷物は段ボールに詰めたから、宅配便呼んで送ってくれると助かります。離婚届は書いておいたから。本当に出ていくのか？本当の家族に戻るわ。俺は偽りの家族だったってわけか。あなた今度結婚するなら、子連れじゃない人選びなよ。子供に懐かれないんだから。たまたま好きになった人に子供がいただけだよ。そういう優しさに女はつけ込むのよ。あなたを落とすのは赤子の手をひねるより簡単ね。そうかよ。離婚届はこっちで出しておく。なるべく早くお願いね。100日経たないと私も再婚できないから。本当にあいつとよりを戻すのか？そうよ。でも、もうあなたには関係ないことよね。そうかもしれないけど、君たちには幸せになってほしいと思ってるよ。ぬるいのよ。あなたを裏切って元夫と会ってたのよ。もっと罵ればいいじゃない。俺にはできない。彼と二人目の子供作っちゃおうかな。メイが俺になれたら作ろうと思ってたけど、それも叶わなかったな。本当、妊娠なんかしなくてよかった。悲しいな、そういうこと言われると。さっさと再婚でも何でもして、そして私たちのことは忘れてね。俺の好きにするよ。財産分与も養育費もなしね。慰謝料は請求するの？しないよ。証拠も何もないんだ。それに慰謝料なんて払ってたら新しい生活がままならないだろ。本当にお人よしだよね。そんなんじゃまた悪い女に引っかかるわよ。そうだな。当分そんな気にはなれないけど気をつけるよ。引っ越しでもして心機一転するといいわ。そうだな。この家は思い出がありすぎて辛い。もう会うこともないけど、お元気で。あゆみも。数週間後。今すぐ実家に帰れ。え、ナオト？すぐにメイを連れて逃げるんだ。何言ってるの？全部わかってるんだよ。全部って？あゆみが俺を守るためにわざと離れていったことだよ。何の話かな？しらばっくれなくていい。あのクズ男に脅されたんだろ。メイを連れて戻ってこなければ俺のことを痛い目に遭わせるって。どうして知ってるの？誰に聞いたの？君の妹さんだ。え？偶然街中で会ったんだ。お姉ちゃんを助けてくださいって言われて、何のことか聞いたら、前の旦那に脅されて今無理やり一緒に生活させられてるって言うじゃないか。あの子ったら。しかも水商売までさせられてるって。違うの、私の意思で働いてるのよ。嘘をつくんじゃない。夜にメイを置いて君が家を開けるわけがない。メイは信行が見てくれてるわ。見てないぞ。どういうこと？あいつは君の稼いだ金で飲み歩いてる。どうしてあなたがそんなこと知ってるの？妹さんに聞いてから様子を見に行ったり調べたりしてたんだ。どうしよう、私たらメイを一人ぼっちにしてた。メイは我慢強くて頭のいい子だから、きっと君を守るために黙ってたんだろう。なんてことしちゃったんだろう。正直に話してくれ、脅されてるんだろう。月に一度のメイとの面会日によりを戻そうと言われたの。もちろん断ったわ。そしたら運転してる車をわざとぶつけて事故ったのよ。あの雨の日の事故か？突然ガードレールに突っ込んだの。怖かった。言うことを聞かなければ次はお前の旦那に突っ込むぞって、はあ、最低なやつだな。あの人ならやりかねない。ナオトの身に何かあったらと思うと私耐えられなくて。相談してくれればよかっただろう。メイを連れて戻るなんて危険だと思わなかったのかよ。あの人メイにだけは手を出さないの。私さえ我慢すれば、そう思って。殴られたのか？3回くらい。許せない。実家に逃げることも考えた。でもそんなことしたらナオトがどんな目に遭うかって思うと行動に移せなかったの。あいつの LINE 教えてくれ。何する気？いいから俺に任せろ。危険すぎる。本当に何をするかわからない人なの。心配するな、俺に考えがある。だから君はメイを連れて今すぐ実家に戻って。実家も知られてるのよ。
追いかけてこられたら家族にも迷惑をかけるわ。俺の友達に警察官がいる。そいつに循環を強化してもらうように頼んである。本当？何も心配しなくていい。ナオト、あんな裏切り方してごめんなさい。俺こそ信じてあげられず君を疑ってごめん。メイを保育園に迎えに行ってその足で実家行くわ。着いたら電話する。気をつけるんだぞ。この時間ならあの人は駅前のパチンコだからきっと帰ってこない。油断するな、急いで出かけるんだ。わかった。数分後。お前が信之か。ああ、誰だよてめえは。あゆみの夫だ。何言ってんだ、あゆみの夫は俺だ。嘘つけよ、席入れてないだろ。100日経てば再婚できるんだよ、あと少しだ。残念だな、離婚届はまだ出してない。俺たちはまだ夫婦なんだ。は？何の嫌がらせだよ。お前は歩みに捨てられたんだ、さっさと諦めろ。よく言うわ、歩みを脅して無理やり俺から引き離したくせに。歩みが自らの意思で俺の元に戻ってきたんだよ。何も知らないくせに部外者が口出すんじゃねえよ。女に水商売させて自分は仕事もせず飲み歩いている男に偉そうに言われたくないね。なんでお前がそんなことまで知ってんだよ。歩みがチクったのか。歩みは何も言っていない。俺が調べたんだ。はあ？探偵が張り付いてたのを気がつかなかったか。探偵なんかつけたのか。お前を追い詰めるために何か材料が欲しくてな。俺は貧困法制だ、何も出てきやしねえよ。笑わせるな。探偵がお前の犯罪の証拠をこれでもかというほど写真や動画に収めてくれてるよ。証拠ってなんだよ。繁華街であった事件、犯人がまだ見つかってないが、あれお前だろ。何の話だ。酒に酔うと喧嘩っ早くなるみたいだな。証拠を出せ。だから証拠はあるって言ってるだろ。よこせ。やるわけないだろ。あゆみとメインがどうなってもいいのか。あの二人は俺が守る。今は俺の家にいるんだよ、どうにでもできるぜ。残念だったな。二人は逃がした、お前の手の届かないところにな。なんだって。探しても無駄だ。その前にお前に探すことはできないだろうけどな。どういう意味だよ。お前は捕まるからだよ。はあ？全ての証拠を警察に提出させてもらった。嘘だろ。歩みへの脅迫も合わせて通報しておいた。俺は家族を取り戻そうとしただけだ。それの何が悪い。わざと事故に合わせ怪我をさせたよな。わざとなわけないだろ、それこそ証拠があんのかよ。ある。あ？車内でお前と口論になって怖くなった歩みはスマホで音声を録音してたんだ。あの女。お前がはっきりとこのまま突っ込んでお前らまとめて地獄に送ってやるからなって怒鳴ってる音声がある。それは勢いで言っただけで。その直後に激しい衝撃音、そしてメイの泣き声。かわいそうに。怖かっただろうな。わかった、俺が証拠を買い取ろう。今日はパチンコで10万くらい勝ちそうなんだ。これだけの証拠を10万でお前に売ると思うか。お前だって子連れの女なんてもらったところで迷惑だろ。金で解決しようぜ。たった10万の金で偉そうに言うなよ。ちなみに10億もらってもお前には売らないけどな。じゃあどうする気だよ。心配するな、俺は善良の市民だ。音声は警察にすでに提出してある。やめろ。やめろと言われてももう遅い。最後にパチンコ楽しめてよかったな。俺暴力沙汰で何回かパクられてるんだよ。次捕まるとまずいんだ。知るか。ちなみにこないだの喧嘩の相手だけど、昨夜病院で息を引き取ったそうだ。え？罪状が変わるってことくらいアホなお前でもわかるだろ。まずい、下手したら何年も出てこられないじゃないか。お前みたいなやつは塀の中でじっとしてくれてた方が世のため人のためだよ。せっかく歩みを取り戻したのに。歩みはお前の遊ぶ金を稼ぐための女じゃない、俺の大事な妻だ。待ってくれ、俺が捕まればメイはどうなる。犯罪者の娘になるんだぞ。そうだな、メイにまで迷惑かけるなんて父親失格だよ。
メイのことを考えてくれ。今さら父親面するんじゃねえよ。それにメイのことは心配するな。俺が誰よりも幸せにしてみせる。お前なんかに人生潰されてたまるか。玉を監禁したら逃げてやる。逃げれば罪が重くなるぞ。ま、逃げる必要もなさそうだが。なんでだ。もう警察は到着する頃だ。10万は諦めろ。マジかよ。歩みとメイに怪我させたことを許さないからな。民事でもお前を訴えるから覚悟してろ。これ以上俺にどうしろって言うんだよ。歩みからも被害届を出させる。お前と結婚してた時にされたことを償わせるからな。もう何が何だか分かんねえよ。罪をいくつも犯すと大変だな。しばらくは出てこれないだろうが、仮に将来出てきたとしても、あの二人に近づいたらまた送り返してやるぞ。二度と関わんねえよ。だから歩みを殴った件だけでも黙っててくれないか。甘ったれんな。お前にかける情けはない。土下座するから許してくれ。お前の土下座くらいじゃ妻と娘の傷は癒えない。一生刑務所にいろ。後日談。駆けつけた警官によって信行は逮捕されました。殴った相手が亡くなったことや歩みからの被害届、他にも窃盗や恐喝もしていたらしく、刑期は相当長くなりそうです。信行の実家は何も知らなかったそうで、歩みに対して慰謝料300万も払ってくれました。それでもあいつに植え付けられた恐怖心やトラウマが消えるわけではありませんが、時間をかけて言えればと願ってやみません。離婚届を出さなかったのは僕の未練からでした。あの歩みが突然あんな風に僕を切り捨てるわけがないと心のどこかで思っていたのです。戻ってきたメイは初めて僕のことをパパと呼んでくれました。嬉しくて涙が止まらない僕を二人が笑ってる。そんな日常を取り戻せたことを本当に幸せに思っています。今日中に一人で山の草刈り全部やれ。じゃないと離婚。お母さん、一仕事終わってちょっと横になってるんですけど。草がボーボーなのよ。さっさと行きなさい。山は草木が生えてるから山なのではないでしょうか。やかましい。口答えは許さない。どれだけ広いと思ってるんですか。お母さんの背中くらい広いんですよ。誰の背中が山なのよ。昨日畑の草刈りやったばかりです。今日は療養日と決めてるんです。しかも今日は真夏日だし。都会人か何か知らないけどね、田舎は毎日草刈りするのよ。それは知りませんでした。都会育ちのもやしには無理か。はい、年日の草むしりに過酷な家事労働、都会育ちの細もやしには無理なので、今日はご遠慮させていただきます。ケンタの嫁として認めてほしいならこれくらいのことで根を上げてちゃダメよ。結婚3年目ですが、いつになったら認めていただけるのでしょうか。それはあなた次第ね。お母さんも都会から嫁いできて苦労されたんでしょ。私の時は今より厳しかったわ。朝から晩まで草むしり、むしる草もないのに草むしり。でも私はやってのけた。むしる草もないのに何をむしるんですか。むしる草がなければ草を求めてさまよったわ。そうでもしないと姑が家に入れてくれなかったのよ。名前妖怪草むしりに変えようかな。何の話。いえ、こちらの話です。しかしお母さんも大変でしたね。そんな思いを嫁にさせたくないと思わないものでしょうか。思わないわね。むしろ私より苦しんでほしいとさえ思ってるわ。さすがです。お母さんに人の心が残ってると期待した私がバカでした。もうすぐ稲刈りよ。野菜の収穫も続くんだから、草刈りするなら今しかないの。わかりましたよ。やればいいんでしょ。さっさとそう言いなさい。無駄な時間を使ったじゃない。せっかく取りためたドラマ見ようと思ってたのにな。ドラマなら全部消すと。え、嫁の分際でテレビを見ようなんて100億年早いわよ。ひどい。楽しみにしてたのに。あなたに娯楽を楽しむ時間はない。私だって人並みの生活を送りたいです。私の目の黒いうちは叶わないと思いなさい。早く白くなればいいのに。なんてこと言うの。そうやって生意気な態度ばかり取るから可愛がってもらえないのよ。いい加減気づきなさい。へーい。返事ははいでしょう。へーい。ほんと可愛くない嫁。はあ、妖怪の相手は疲れます。私は初見、33歳で農家の嫁をやってます。都会から田舎に嫁いで早3年、ここの暮らしには慣れましたが、
この姑の美智子さんだけは慣れません。夫や義父にも相談済みで何度か注意もしてもらっているのですが、そんなことでおとなしくなる姑ではありません。朝は4時に起きて朝食の用意に洗濯、掃除、さらには床拭きまで。お風呂に入ろうかと思えばお湯は抜かれている始末。せめて口答えでもしないとやってられません。夫のことは大好きなので離婚したくないし、問題はこの姑だけ。ところがこの山の草刈りが転機となるとは私自身も思いもしなかったのです。数時間後、私は隣町でランチして映画を見て帰ってくるから、草むしりの後夕飯の用意も忘れないように。かしこまりました、お母様。あら、聞き分けがいいじゃない。かしこまりました、お母様。ランチでお肉食べたから夜はあっさりがいいわ。かしこまりました、お母様。何かおかしいわね。あ、すみません、めんどくさいのでコピペしてました。何それ。パピコの仲間です。ならいいけど。ご用件はそれだけでしょうか。山の草刈りで忙しいのですが。ちゃんとやってるのか確認よ。非力なもやしにどこまでできるか分かりませんが、精一杯やらせていただきます。ぼさっとしてたらあっという間に日が沈むわよ。できなかったら健太とは離婚させるから。それは困ります。あんた田舎の恐ろしさ知らないでしょ。何がですか。村八部にしてやってもいいのよ。え、あの世にも恐ろしい村八部ですか。ただでさえ寂しい田舎でもっと惨めな思いをすることになるわね。村八部、恐ろしや。今ロシアの話はしてない。お母さんにそんな力があるなんて知りませんでした。婦人会の会長さんに頼めばどうとでもなるわ。女帝と呼ばれている藤子さんですね。あの人に睨まれたらこの町じゃ生きていけないわね。はあ、そんな恐ろしいこと。それが嫌なら黙って私に従いなさい。かしこまりました、お母様。夕方、あれ、家にいないの。夕飯の支度もできてないじゃない。ちょっと出かけてます。まだ草刈りしてるわけ。今日中って言ったのは夕方までって意味よ。特に終わりました。え、山の草刈りでしょ。全部終わりましたよ。嘘つきなさい。あんな広いのに無理に決まってるでしょ。私、今までも言いつけは全部守ってきましたよね。本当かどうか明日確認するわ。今どこにいるのよ。藤子さんの家で宴会です。は、30人くらい集まってどんちゃん騒ぎやってます。何かおめでたいことでもあったわけ。草刈りの打ち上げですね。どういうこと。皆さんが手伝ってくれたんです。あんた、人様にご迷惑をおかけしたの。最初は一人でやってたんですよ。そしたら藤子さんが通りかかって事情を話したら人を集めてくれて。藤子さんになんてことをさせるの。私もお断りしたんですけど、こんな広い山一人でできるわけないと言ってくれて。何日かかってもあんた一人でやればいいでしょうが。藤子さん、お姑さんにかなり苦労したらしいんですよね。だからこういう嫁いびりは絶対に許せないって怒ってしまわれて。言ったの。藤子さんが察してくれたというか。このバカ嫁、なんてことしてくれたのよ。すみません。でも藤子さんってすごいですね。あっという間に30人集めて、みんな草刈り機持って集合して、私が木陰で休んでる間にすぐ終わっちゃいました。人に草刈りさせて自分は休んでたの。はい、ちょっと具合悪くって。なんて非常識な子なの。私も今から行くわ。藤子さんに謝らないと。あ、やめた方がいいと思います。なんでよ。皆さん、お母さんのことすごく怒ってらっしゃるので。なんで私が。妊婦の嫁に山の草刈りをさせる鬼姑だからじゃないですか。妊婦、誰が。私です。できたのみたいです。いつわかったの。今日です。眠気と吐き気がするって藤子さんに言ったら、すぐに妊娠検査薬買いに行ってくれて陽性でした。そんなの知ってたら私だってさせてないわよ。本当にそうでしょうか。前に妊娠した時も草むしりと薪割りさせましたよね。結局流産しちゃいましたけど。あれはあんたのお腹がポンコツだったからよ。妊娠は病気じゃないの。普段通り過ごした方が健康な赤ちゃんが生まれるのよ。そう教えられたので、陽性って分かってからも草刈りやろうとしたんですけど、藤子さんに止められてしまって。藤子さんが。妊婦は体を大事にしなきゃダメって。どちらの言うことが正しいんでしょうか。それは。ってなわけで、今私の妊娠お祝いも兼ねて宴会中なのです。なぜ私を呼ばないのよ。お父さんが呼ぶなと。なんでよ。嫁いびりはいくら言ってもやめないし、ご近所まで巻き込んでこんなことになってもう限界だとおっしゃってます。あの人には関係ないでしょ。健太さんも結構怒ってます。
お母さんを許さないって。いいから早く帰ってきなさい。お腹空いたのよ。さっさとご飯作って。私たちもこちらで夕飯いただいたんで結構です。私の分を作れって言ってるの。お断りします。は？私今までケントのお母さんだからいつか仲良くなれればと思って言われたことは全部やったし、逆らわずに言いました。それでいいのよ。でも藤子さんに言われて気づいたんです。嫌な人間や辛いことからは逃げてもいいんだって。藤子さんは同居なさってないからわからないのよ。嫁の教育は姑の仕事なの。教育ではなくストレス発散でしょ。とんでもない。私はあなたのためを思って、私のおかげで少しはまともになったでしょ。たくましくはなりましたね。でももう結構です。今までお世話になりました。あら、根を上げて出ていくの？いえ、出ていきませんし離婚もしませんよ。じゃあどういう意味よ。出ていくのはお母さんです。え？お父さんが離婚するとおっしゃってます。冗談じゃないわよ。行くところなんてないのに。町の外れにご実家があるじゃないですか。父も母も他界して誰も住んでないのよ。ボロボロだし人が住める状態じゃない。手直ししてくださいね。この年で離婚だなんて世間体が悪すぎる。離婚した後はお母さんには村八部の洗礼が待ち受けてますしね。なんで私がそんな目に遭うの。お母さんバレてますよ全部。何が。藤子さんを蹴落として次期婦人会の会長になろうと悪口言いふらしてることとか。え？町内清掃や畑仕事サボっていつもどちらへお出かけに。隣町の病院よ。あんたのせいで血圧が高くてね。隣町にやってくる旅一座に熱上げて公園に通い詰めた挙句、札束で作ったネックレス渡してるのバレてますよ。ちょっとなんで。気に入らない人の畑を荒らしてるとか全部知られちゃったの。今まではお父さんの顔もあって皆さん多めに見てくださってたみたいですけど、離婚するって決まったので一斉に距離を置かれるでしょうね。いやよ、こんなど田舎で誰にも相手されず一人ぼっちなんて。申し訳ないですが孫とも会えないと思ってください。会わせてくれないの。孫にまで草刈りさせそうなんで面会は断固拒否させていただきます。私だって孫は楽しみにしてたのよ。の割には妊婦に厳しいですよね。お母さんがいなかったらお腹をいたわりながらゆったり生活できそうです。わかった、草刈りは私がやる。ちょっと遅かったですねその言葉。どうしてよ、心入れ替えてあげるって言ってんのよ。なんで上からなんですか。この年で一人は寂しすぎる。そんくらいわかるでしょ。私はお母さんみたいな生き方はしないので、そういう心配しなくて済みそうです。どうしたら元に戻れるのよ。残念ながら元には戻れませんが、自分の罪と向き合いながらせめて天国へ行けるようご自身を改めてください。あんたに説教される日が来るとは。今まで大変お世話になりました。お父さんと話をするわ、きっと許してくれるはず。もしお母さんがこのまま居座ることになれば、私とケンタは出ていきますので。は？可愛い初孫との生活と昭和のおばあさん、お父さんはどちらを選ぶでしょうね。このクズ嫁。最後までお母さんはお母さんで安心しました。どうぞそのままでいてください。絶対に離婚なんかしないんだから。後日談。離婚されました。お父さんの意思は固く、次の日には弁護士に頼んで財産分与や諸々の手続きを依頼。泣きわめくお母さんには目もくれず追い出したのです。義母は町の外れにある自分の実家で生活を始めました。財産分与で得たお金は家の修繕に使ってしまったみたいです。そして町の人からも距離を置かれ、寂しい生活を送っています。狭い町なのでたまに会うこともありますが、会釈くらいはするようにしています。私は無事出産しましたが、人づてにあんな嫁の産んだ子なんか見たくもないと言っていたと聞き、心から合わせなくてよかったと思います。義父の決断は間違ってませんでしたね。よくもうちの娘を騙しやがったな、フリーターの貧乏人が。しかも逃げるとはどういう猟犬だ。逃げるに決まってるでしょ、いきなりバットで殴りかかってくるなんて。どこに行きやがった。お父さん、なんで僕の LINE 知ってるんですか。娘に聞いたに決まってるだろ、すぐに戻ってこい、このペテン師野郎。何言ってるんですか、僕は結婚の挨拶に行っただけですよ。
お前のような底辺人間が挨拶だと笑わせるな。コンビニ勤めの貧乏フリーターに娘をやると思ったか。違います、僕は。言い訳は無用だ。娘には会社員だと言っていたそうだが、残念だったな。お前の正体は分かっている。何のことですか。定職もない貧乏人のクズのくせに俺の娘と結婚しようなんて、この腐れゲド、身の程をわきまえろ。僕は普通に会社に勤めています。まだ言うか。俺は知っていると言っただろう。何のこと言ってるのかわからないのですけど。俺はな、お前がコンビニで働いていたのをこの目で見てるんだよ。この後に及んで騙せると思うな。それは確かにいたとは思いますが。ほら見ろ、まさか俺様に見られていたとは思っていなかっただろうが、残念だったな。でもそれは仕事で。フリーターの仕事なんかは仕事とは言わない。それも見たのは一度や二度じゃない。でもこちらの話も聞かずに殴りかかってくるなんてありえないと思いますが。フリーターしかできないようなクズを殴って何が悪い。悪いに決まってるでしょ。お前みたいな貧乏人がうちの敷居をまたぐことなど許されないんだ。だから俺は当然のことをしたまでだ。そんな理屈通りませんよ。何もっともらしいことを言っている。ない知恵絞っても無駄だ。底辺人間の言葉より俺の言うことの方が正しいに決まってるんだ。何なんですかそのへりくつ。だいたいお前のような社会のゴミがうちの娘と結婚できるなんて本気で思っていたのか。ふざけるのも大概にしろ。ふざけていませんし、騙してもいません。まだ言うか、この大嘘つき野郎が。しかもお前、この俺のスイングをよくもかわしやがったな。いや、普通かわすでしょ。さすがに身の危険を覚えましたよ。でも不意のことだったから避けきれなくて、全く当たってないわけでもないんですよ。命中した感触がなかったからすっきりしない。は？それでも俺様のバットを受けられたことを光栄だと思え。俺はな、これでも高校球児だったんだ。それ今関係ないですよね。僕これから病院に行きます。頭ちょっとクラクラしてるんで。病院行ったっておつむが悪いのは治らんぞ。ご自分がやったこと分かってないんですか。詐欺師のくせに何偉そうなこと言っている。お前なんてあのまま地獄に送ってやってもよかったんだ。ちょっと変ですよ。そっちこそおつむ大丈夫ですか。誰に向かって言っている。貧乏人のくせに堂々とうちに挨拶に来ようと思ってたなんて、どんだけ面の皮が厚いんだ。結婚しようと思ったら普通相手の親には挨拶に行くものでしょ。風花さんもうちの親に挨拶に来ましたし。じゃあお前の親もグルってわけだな。グルってどういう意味ですか。親ならお前がフリーターだって知ってるだろ。それを隠してうちの娘を嫁にもらうつもりだったんだな。親子でうちの財産狙いか。そんなこと全く考えていません。つべこべ言うな。フリーターの底辺は帰れ。二度とうちへ来るな。次はバットで殴るだけではすまさんからな。僕は勝也、33歳の会社員です。友人の紹介で知り合った風花と1年の交際を経てプロポーズ。心よく承諾してくれて、うちの両親にも紹介、次は彼女の両親に挨拶するために家に向かいました。ところが玄関開けて彼女の父親と顔を合わせた途端、バットを持って殴りかかってきました。寸でのところでかわしたのでまともに当たりはしませんでしたが、一応病院へは行きました。軽い打撲程度で済んでよかったですが、とても正気の沙汰とは思えません。それに彼女の態度も気になります。父親が俺に向かってバットを振り上げた時、僕の目には彼女が笑っているように見えたからです。何か誤解があるようですが、僕としてもこのまま結婚へという気分にはもはやなれません。そしたらこの後、彼女の父親がまたしてもとんでもないことを言い出したのです。翌日。ねえ勝也、一撃食らった頭どうなった。風花、一体どういうことだよ。なんだ元気そうね。残念。昨日のことはお前も承知の上か。当たり前じゃない、私を騙すからよ。お前もお前のお父さんも何言ってんだ、意味わからないけど。パパが勝也の顔覚えてたの。覚えてたって、俺会ったことないよ。パパの会社の近くのコンビニで働いてるところ見られてるのよ。コンビニ店員だったなんて。だから騙された仕返しをしようと思ったの。じゃあもしかして俺を殴るために最初からバットを用意してたのか。殴るために昨日家に呼んだのか。俺に確かめもせずに。そうよ。でもまともに当たらなかったから残念だわ。
ふざけるな。当たってたら今頃この世にいないかもしれないぞ。大丈夫よ、勝也の頭って丈夫そうだもん。でもあんたの頭にヒットするところ見たかったのに。お前ってやつは気安くお前なんて言わないで。もう少しであんたみたいな底辺男とこの私が結婚してたかもしれないのよ。それこそありえないでしょ。底辺男って俺のことか。他に誰がいんのよ。とんだ転落人生歩むところだったわ。大手企業に勤めてるって聞いたから付き合ってやったのに、これじゃ詐欺じゃない。お前が俺を選んだ理由ってそこなのか。俺自身じゃなくて。当たり前じゃない。それ以外にどんな魅力があるのよ。そんな風に思ってたんだ。フリーターしかできないような男だから、そんなことにも気づかない。ということで結婚なんてしないから、婚約は破棄よ。分かったよ。てかお前がそんな人間だったなんて結婚する前に分かってよかった。何負け惜しみ言ってるの。男を金や地位で選ぶってことだろ。私ぐらいの女だったらそれくらい当たり前じゃない。父親がバット振り回しても注意するどころかニコニコ笑って見てるような女性と結婚したいとは思わない。こっちから願い下げだ。はあ？何？偉そうなこと言ってるの。婚約は喜んで破棄するよ。ふん。でも私は騙されたんだからね。婚約破棄の慰謝料はきっちり払ってもらうわよ。そんなもん払うわけないだろ。貧乏だからお金がないなんて言っても負けたりしないから。いや、どう考えてもこっちが慰謝料払う理由が見つからないんで。それじゃあ警察に行ってやる。は？結婚詐欺にあったってね。俺、お前から1円もお金巻き上げてないぞ。嘘ついてたんだから詐欺じゃん。これから巻き上げるつもりだったんだよね。どうしたらそんな発想になるんだよ。そんなことするわけないだろ。今さらそんな話通じないわよ。お前がそう思うのは勝手だけど、俺は騙したわけでも何でもないから慰謝料など払うつもりはない。それならパパに言って、今度こそ思いっきりぶん殴ってもらうわ。それでもいいの。勝手にしろ。そんな話にいつまでも付き合ってられない。じゃあな。3日後。おい、慰謝料は1000万だからな。え？娘はお前に騙されてショックを受けてるんだ。これくらい払うのは当然だ。そんなの払う義務はありません。警察に訴えられたくなかったら今すぐ金を払え。何ですかそれ。さすが親子だ。全く同じことを言いますね。こっちは当たり前のことを言っているだけだ。貧乏人だからといって容赦はしないからな。コンビニの給料そっくりそのまま差し押さえしてやる。1000万くらいの貯金はありますよ。でも払う気はありません。はあ？お前がそんな金を持ってるわけないだろう。また騙そうったってそうはいかない。ふざけたやつだな。僕は騙してません。あなたたちが勝手に誤解しただけです。今度はどんな嘘をつくつもりだ。僕は確かにコンビニで仕事をすることもありますが、それはうちの会社がコンビニや大手スーパーの親会社だからです。え？あんなことされてもう風花と結婚する気は全くなくなったんで、今さら言う必要もないかと思ってたんですけど。何のことだ。僕はコンビニ店員ではなくて本社勤務なんです。今まで仕事ばかりしてきたんで、おかげで順調に出世してそれなりの役職についています。はあ？エリアマネージャーも兼任してるのでコンビニも回ります。在庫管理やディスプレイのチェックをするんです。きっとその時の様子を見てたんですね。まさか。おかげで年収も2000万くらいはありますよ。嘘だろ。この後に及んで嘘は言いません。もしそれが本当ならお前に娘と結婚する資格を与えてやる。はい。どうだ、嬉しいか。娘と結婚できてその上俺の息子になれるぞ。それは何の嫌がらせですか。慰謝料払う方がまだマシだ。なんだその言い草は。せっかくこちらが折れてやっているのに。状況理解していらっしゃらないようですが、慰謝料はこちらが請求しますので。え？もちろん警察に被害届も出しましたので。被害届って何のことだ。当たり前でしょう。バットで頭を殴られたんですよ。立派な傷害事件です。ああ、それはちょっと大げさすぎるんじゃないか。そこまでする必要もないだろう。これからは親子になるんじゃないか。なるわけないじゃないですか。さっきからの会話の流れでなんでそうなるんですか。やっぱりおつむおかしいんですね。しっけえな、なんて無礼なやつなんだ。ちょっと金稼いでるくらいで偉そうにするな。
今まで人に散々失礼なことを言っていたくせに自分が言われるのは嫌なんですか？ふざけるな。せっかく娘との結婚を許してやろうと言ってるのに。あなた方には二度と関わりたくもありません。この際ゆっくり塀の中にでも行ってほしいと願ってます。お前まさか本当に警察に訴えたのか？当然です。それはダメだ。俺にも立場というもんがあるんだ。警察だったわ、困る。そんなの僕の知ったことではありません。ああ頼む、話せばわかるはずだ。もう話すことは何もありません。そんなことはない。娘はただでやると言っているんだぞ。お金もらっても嫌です。ああそこをなんとか。絶対に嫌です。警察だけは勘弁してくれ。それもお断りします。っていうか、あんなことして何もなく終わると本気で思っていたのですか？それは悪かった。ほんの冗談だったんだ。冗談で済まされることではありません。それにどう見ても本気でした。避けなかったら直撃してましたよ。だから悪かったと言ってるだろう。全ては水に流そう。いやいや、それはあなたの言うセリフではありません。本当に悪かったと思ってる。反省してる。もう二度としない。当たり前です。てか何と言われても許す気はありませんので、弁解は警察行った時にでもなさってください。頼む、許してくれ。お願いです。それでは失礼します。もうお会いすることはないと思います。あ、すまなかった。許してください。お願いします。後日談。彼女の父親は当然逮捕されました。俺と彼女の LINE から最初からバットを用意していたことが分かり、計画的犯行であったことが立証され、悪質だということで実刑判決となりました。父親が逮捕されたことがニュースにもなったので、周りの目が気になって、彼女は会社を辞めたようです。俺が請求した慰謝料を払うため、今では彼女がコンビニで働く毎日だとか。俺はあれからさらに昇格して給料も上がりました。変な女にも引っかからないで済んだし、結果オーライかななんて思っています。余命半年だって。は？何言ってんだ。ついにパッパラパーになったか。なんでそういう言い方するの。今日病院行くって言ったでしょ。ああそうだったっけ。覚えてないの。大事な話だから一緒に行こうって言ったのに、仕事で忙しいから無理って断ったじゃない。そんなことも言ってたな。うん、思い出した思い出した。本当に？最近スマホいじってばかりで、私が話してるの全然聞いてなかったよね。ちゃんと聞いてるよ。そっか、嫁半年か。マジでナイスタイミングだな。は？どういう意味？いや、こっちの話。聖子、本気で言ってる？そんなこと言う人じゃなかったよね。心配じゃないの？だってさ、仕方ないじゃん。俺が心配してもなるわけじゃないだろ。そうだけど。てか、こんなことになるまで気づかなかったのか。お医者さんもここまで悪化したら自覚症状もあったと思うって言ってた。なかったのか。うん、全くなかったみたい。みたいって人事だな。そういうわけじゃないよ。ごめんね、聖子の方が辛いよね。え、いや別に、むしろ逆かな。どういうこと。別に何でもない。ちなみに手術とかは一応できるけど、確率は五分五分だって。成功しても余命が少し伸びるだけ。失敗したらその先の保証はできないって。それでもって言うなら手術してくれるみたい。そっか。私はこのまま穏やかに残りの時間を過ごした方がいいのかなって思ってる。聖子はしてあげたいこととかない？特にない。だってお前が決めることだろ。なんか意外。聖子のことだからもっといろいろしてあげたいって言うと思った。だってこういうのは本人が決めるのが一番じゃん。まああなたがそう言うなら。でもさ、なんか現実味がないよね。この前まで元気だったのに。そうだな、人っていつどうなるかわかんねえもんな。あ、でも事故でポックリ行くより嫁言われた方がよくない？そう、なんか刻一刻と時間がなくなるのが怖いな。お前さ、よく考えてみ。あの世に金は持っていけないんだぜ。そりゃわかるけど。残りの余生、金を有意義に使えた方が絶対いいじゃん。それも一理あるよ。でも俺だったら行っちまうまで有り金使って悔いのないように過ごすな。私なら残された人が苦労しないようになるべく使わないで貯めておきたいな。ほう、なるほどね。てかそのことママには言ったの？お前親いないから
うちのママが本当の母親だとか言ってただろ。お母さんも覚悟してたみたいだから、お医者さんも本人が聞きたいって言うなら伝えましょうって。マジかよ、あんまりママを驚かせるなよ。あの人お前と違って超繊細なんだからな。私も迷ったんだけど、お母さんには聞く権利があるでしょ。ああ、お前にとっては実の親みたいなもんだからな。そうね、お母さんには結婚してからずっとお世話になっている。あと少ししか一緒にいられないなんて寂しい。寂しいのはわかるけど、ママにはあんまり心配かけんなよ。俺の大切な人なんだから。それに今後俺の面倒を見てもらうんだから、倒れられたら困る。え、面倒？俺の親なんだから当たり前じゃん。とりあえず長生きしてもらわねえと。うん、そうだね。お母さんには少しでも長生きしてもらいたい。だろ？とりあえずさ、心飽きなく行けるように半年間楽しんでいこうぜ。なんだろう、夫との会話に違和感を感じるのは私だけでしょうか。何か勘違いしているのかな。私の名前は葉月、38歳の会社員です。4つ年上の生後とは5年前に結婚し、子供はいません。結婚してすぐ妊娠したのですが、生まれる2ヶ月前に胎盤早期剥離を起こし子宮を摘出。その時子供も空に帰ってしまいました。もう我が子を抱けないと自暴自棄になる私に寄り添ってくれた夫には本当に感謝しています。生後は優しく子供のような性格の反面、少し自分勝手で思い込みが激しく、さらにはマザコンなのです。義母は優しく人当たりも良い人で、私も実母のように慕っています。そんな彼が余命宣告の話をしてから様子がおかしいので心配していると、彼は私の想像の斜め上を行くとんでもない勘違いを起こしていたのです。半年後。お前いつまで生きてんの？は？いきなり何？あなた残業中でしょ？そんなのどうでもいいだろ。こっちはもう貯金使い切ったんだけど。え、どういうこと？貯金って私たちの共有口座のやつ？当たり前だろ、それ以外何があんだよ。もう残り500円しかない。嘘でしょ？最近お母さんのことで忙しくて通帳チェックしてなかった。そういえば毎日ママのところ行ってるよな。先が短くて寂しくなったか？なるべく一緒にいる時間が欲しかったから。てか700万円近くあったよね、全部使ったの？そりゃそうだろ。あれマイホーム貯金だよ、わかってる？わかってるけどもういらねえじゃん。なんで？んなのお前が一番わかってんだろ、アホか。てかさ、俺金ないから借金したんだよ。だから早く生命保険入らないと困る。生命保険って誰の？お前のに決まってんだろ。どうした、ついに土地狂ったか？そんなの入るわけないでしょ。なんで？だって受け取りに俺にしたじゃん。まさかお前勝手に変えたのか？いや変えてないよ。でもなら入るじゃん。あ、もしかして余命半年って嘘だったのか？うーわ最悪、詐欺かよ。余命半年、生命保険。あー、なるほど、そういうことか。あ、何勝手に一人で納得してんだよ。最初余命の話した時、生後と話が噛み合わないから変だなって思ってたんだけど、理由がよーくわかった。は？意味不明。いいからさっさとしねえよ、金払えねえから。あなたの言い分はわかった。一つ聞きたいんだけど、700万もの大金一体何に使ったの？そんなに知りたいか？じゃメイドの土産にでも教えてやるよ。俺の次の嫁さんとのマイホーム支払いに使った。はぁ？いや実はさ、お前から余命半年って言われるちょっと前から、俗に言う泡状のナンバーワンといい感じになってさ、付き合ってたんだわ。浮気してたの？おいおい、浮気とかやめろよ、ガチな愛だよ。カレンと俺は愛し合ってんの。そしてなんと愛の結晶ができた。嘘でしょ？それが半年前な。だから余命の話されてめっちゃタイミングいいって思ったんだよね。信じられない、最低。だってお前といっても一生愛する我が子が抱けないじゃん。ポンコツ不良品は用済みってことだよ。あ、でも俺の欲の処理には最適だったぜ。クズ男ね。だからさっさと行けよ、もう次のがスタンバイしてお前が死ぬのを待ってんだよ。
脳みそ下半身の頼みなんて聞くわけねえだろ。てめえ誰に向かって口聞いてんだよ。お母さんも息子がこんなにバカだったなんて知ったら心置きなくいけないわね。何言ってんだよ。ママは関係ねえだろ。ダチョウ以下の脳みそで理解できないかもしれないけど、よーく聞け。余命半年なのはお母さんだよ。え、何その間抜けな反応。余命半年はお前だろ。そういうくだらない冗談やめろ。本当に私の話一つも聞いてなかったのね。は、聞いてたし、お前そんなこと一言も言ってなかっただろ。散々言ったわよ。8ヶ月前お母さんが具合悪いって言うから病院連れて行くねって言った時もスマホ見てニヤニヤしてあーって答えるだけ。検査結果が良くないかもって言った時も一心不乱にスマホいじってふーんの一言だけ。余命宣告された日も病院の先生からお母さんのことで大事な話があるから一緒に行こうって言ったのに忙しいから無理って言ったじゃない。いや、それはさっき言ってたカレンちゃんに夢中で私の話なんて耳に入らなかったのね。もっとお前が強く訴えればよかっただろう。俺のせいにすんな。何度も何度も何度も言ったわよ。でもあなたは忙しいの一点張りだったじゃない。ああもうどうしてくれんだよ。ママがもういなくなっちゃうってことだろ。俺どうしたらいいんだよ。知らない。私はこの半年お母さんとの時間を過ごしてそれなりに覚悟もできた。俺一度も会えてない。自業自得でしょ。休みの日は一緒に行こうって言っても行かなかったのはあなた。いやだよ。でもなんでママは俺に何も言わなかったんだろう。私からは生後に伝えたって話したわ。それでも会いたいって言わなかったのはお母さんなりの優しさなのか諦めていたのかわからない。そんな、なあ葉月、今ママどんな状態なんだ。自分の目で確かめたら。やだよ怖い。そうね、眠ってる日が増えたわ。食事はもうほとんど取れない。でも緩和ケア病棟でゆっくりした時間を過ごしてる。緩和ケア。治療を目的とするんじゃなくて精神的苦痛を和らげる病棟。そんなのがあるのか。本当にママはもう、なあ、ママの生命保険って息子である俺のものになるよな。結局そこ。お父さんがいないから普通ならあなたに入るわね。でもよかった、セーフ。これで支払いはなんとかなる。あー、でもママがいなくなるのか。それは嫌だな。お前だったらよかったのに。本当に最悪だわ。最後まで話聞いたら生命保険はあなたに入らないわよ。え、なんで。あなたが昔作った借金800万、お母さんが返してるんでしょ。あ、生命保険でそれを返すよう頼まれたの。それと緩和ケアの入院費もね。嘘だろ。一銭も残らないのか。残るどころか足りるかどうか。最悪だ。じゃあ俺どうしたらいいんだよ。自分で何とかしたら。てかその次の奥さん候補カレンちゃんにも払ってもらえば。そういうお仕事でナンバーワンってことはお金あるんじゃないの。いや、それが彼女には内緒で契約したんだよ。え、待って、まさかとは思うけど彼女と結婚の話って。まだだけど。だってマイホーム買ってから俺家建てたから家族になろうぜって言った方がかっこいいだろ。なんかめまいしてきた。なになに、お前も病気。違うわよ。あんたのアホさにめまいがしたの。子供できたって聞いて結婚をせがまれなかったの。ああ、俺が既婚者って知ってるから気を使ってるんだな。本当にできる女だよ。そう、念のため聞くけど子供って本当にあなたの子よね。もちろんだろ。疑ってるのか。そういうわけじゃないけどお仕事上他の人が相手だったりって思って。カレンちゃんに限ってそれはない。他の男はゴミだけど俺は愛する彼氏って言ってくれたんだ。そう、分かったわ。この件については弁護士を挟んで離婚の話を進めましょう。あれ、ちょっと待って、病院から電話だわ。病院ってママの。ママに何かあったのか。おい、どうしたんだよ。返事しろよ。お母さんもう息も絶え絶えだからすぐに病院来てだって。私今からタクシーで行くわ。待って、病院ってどこ。スカト病院、わかるよね。行くまで1時間ちょっとかかるかも。あなたまだ会社じゃないの。そこからならタクシーで5分くらいで着くわよ。
いや、実は今カレンちゃんのお店にいて結構遠いんだよね。それにまだ残り時間あるし。呆れた。お母さんより自分の欲ですか。私はもう病院に着くから。ちょっと待って、ママには俺が行くまでなんとか頑張れって言ってくれ。葉月、おい頼むよ、神様間に合ってくれ。お母さんは私が到着し手を握ると安心したように微笑み、そのまま息を引き取りました。お医者さんが耳だけは最後の最後まで聞こえているからというので精一杯今までの感謝を伝えることができて本当に良かったです。生後はしっかり残り時間も楽しんだのか2時間後に病院へ来ました。本当呆れて物も言えません。義母の葬儀や諸々な手続きが終わり、私はようやく生後との離婚が成立したのですが、3ヶ月後。よっ、久しぶりだな。なんかオブツから LINE 来た。怖い。ひどっ。でもそんな毒舌小豆も可愛い。マジで何？気持ち悪いんだけど。お前寂しいだろ。俺家建てたからもう一度家族になろうぜ。は？無理。キモ。なんで？だいたいあんたにはカレンちゃんがいるでしょ。それがさ、俺と結婚しないって言うんだよ。あらら。しかも子供はあんたの子だからDNA 鑑定の書類まで持ってきて養育費だけは払ってって言うんだぜ。それなら仕方ないんじゃない。自分がしてしまったことでしょ。それに私は関係ないから。そんなこと言うなよ。自分の借金にお前への慰謝料、さらに養育費なんて払えないよ。何もかもあんたのクズさが招いた結果よ。一生後悔して生きろ。そんな、葉月頼むよ。俺を見捨てないで助けてくれ。お前を愛してるんだ。後日談。結局この後何度も泣きの連絡が入っていましたが、全て無視しておきました。本当に自業自得とはこのことですね。私への慰謝料は先日一括で口座に振り込まれていたので、どこかから借りたのでしょう。あれから生後はカレンちゃんにつきまとい、結婚を迫った挙句ストーカーとして逮捕されたとこの前ニュースで報道されていました。どこまでも哀れな男です。縁を切って本当に良かった。さようなら、私の黒歴史。そして早く幸せになれますように。もう家には来ないでちょうだい。母子家庭の貧乏人が息子と結婚なんて許さないわよ。結婚の挨拶に行っただけなのにこんな扱いひどいです。うちはタワマン暮らしの上流家庭なんだからね。あなたとは住む世界が違うの。だからっていきなり熱々のお茶をかけて追い返してくるなんて。ずうずうしい泥棒猫を撃退しようと思ったらこれくらいしなきゃ。私は猫でも泥棒でもありません。ケンタと結婚して我が家の財産を盗もうとしていたでしょう、この貧乏に。私は別にお金には困ってません。お金がないに決まってるわ。だってあなた母子家庭なんだから。知ってたら最初から交際は認めなかったわよ。だからってお茶をかけていいわけないですよね。今病院に来てます。右手の火傷は思ったよりひどい状態です。本当は顔を狙ったのに。ひどい。跡が残ったらどう償うつもりなんですか。ほら、やっぱりお金が欲しいみたいね。違います、私は謝罪の話をしてるんです。謝ってください。社長夫人の私が母子家庭の貧乏娘にどうして謝らないといけないの。悪いことをしたら相手に謝る。小学生でも知ってますよ。地元では知らない人がいない。大手の社長夫人は何をしても謝らなくていいの。これは大人の常識よ。そんなの聞いたことありません。あなたと私や健太では住む世界が違うって言ってるでしょ。お母さんと健太さんは異世界に住んでるんですか。私は階級の話をしてるの。それに私はあなたのお母さんじゃない。わかりました。では花江さんと呼ばせてもらいます。奥様と呼びなさい。とにかく火傷の件はちゃんと謝罪してもらいます。可愛げのない生意気な女ね。
ああそうだ、あなたにぴったりの男性がいるわ。は？何を言い出すかと思えば、会社の庭師が独身なのよ。62歳、バツ3の大酒飲み。ケンタは諦めてそちらにしなさい。お断りします、婚約中なので。ケンタとあなたは不釣り合いなのよ。わかりました、今後のことはケンタさんと二人でこれから話し合います。だからケンタにつきまとうなって言ってるでしょ。交際を申し込んできたのもプロポーズしてきてくれたのもケンタさんからです。本当に生意気な女ね。もう家には二度と来ないで。うちのタワマンは貧乏人は出禁なの。そんなタワマンはありませんよ。でも私も二度とそちらに行く気はありませんので。そんなこと言ってどうせ後でお金をせびりに来るんでしょ。だからお金には困ってませんって、むしろ余ってます。惨めだからって見栄を張らなくていいのよ。とにかくケンタとの結婚は絶対に認めません。私はマキコ、25歳。仕事を通じて知り合ったケンタに猛アタックされ、交際から結婚に。彼の実家はいわゆる地元の名家、もともと地主で現在は食品工場を経営しています。彼両親の住むタワマンに結婚の挨拶に行ったら、いきなり彼の母親からお茶をかけられ追い返されてしまいました。ケンタの母親は大好きな息子ちゃんのために医者の娘との縁談を進めていたとか。私がひどい目に遭っているのにケンタはオロオロするばかり。そんな彼にはがっかりです。それにあんな鬼のような姑がいる家に嫁いで幸せになれるわけがありません。私は母と相談して婚約破棄を決意しました。そのことを告げるとケンタは泣いてすがってきましたが、私の気持ちは1ミリも揺らぎませんでした。1週間後。ケンタの様子がおかしいの。あなた、うちの子に何かした？お望み通り婚約は解消しました。なんですって？うちの息子を振るなんて生意気な。諦めろって言ったのはそっちでしょ。ケンタのプライドが傷つかないようにあなたが振られるようにすればよかったでしょ。そんなの知りませんよ。ケンタが部屋から出てこないのよ。ずっと泣いてるみたい。かわいそうだと思わないの？ケンタのこと好きだったんでしょ。もう気持ちは完全に冷めました。私を守ってくれないマザコン野郎はごめんです。ケンタは優しい子なの。きっと母子家庭の不遇のあなたに情が移ったのね。そうですか。捨てられた子犬を見ると助けなきゃって思うでしょ。それと一緒よ。私は犬じゃありません。そうだ、あなたうちの住み込みの家政婦になりなさい。は？なんで私が？家柄が違いすぎるから結婚は認められないけど、ケンタの気持ちを汲んで一緒に生活させてあげる。家政婦としてですか？そうよ。もちろん給料はなし。ケンタのそばに入れるならそれで十分でしょう。私ちゃんとした会社で働いてます。それをやめて奴隷になれと？どうせ大した仕事してないでしょ。ちゃんと人並みに働いてます。タワマンに住めるチャンスなのよ。ありがたく引き受けなさい。タワマンなんて珍しくありませんよ。強がらなくていいの。あなたみたいな底辺の人がタワマンに入れるわけないじゃない。そんなことないです。タワマンは人を選ぶの。特に私たちが住んでいる高層階は本物のセレブだけ。そうですか。私は興味ありませんので。想像できないわよね。あなたみたいな底辺が住んでいるのは古くてボロボロのアパートなんでしょ。普通のマンションです。梅雨時は雨漏りしたり、冬は隙間風で風邪ひいたり大変なんでしょうね。話聞いてます？私が住んでるのは普通のマンションですよ。タワマンはスポーツジムやパーティールームもあるのよ。あなたは家政婦だから使用する機会はないわね。だから私は家政婦にはなりませんって。知り合いの友人がやり手で不動産をたくさん持っていて、私たちに特別に貸してくれたの。興味ありません。貧しい一般人にはセレブの付き合い方はわからないでしょうね。わかりたくないです。でもうちで働くならお客様の前に出しても恥ずかしくないよ。マナーは厳しくしつけるから覚悟しなさい。だから家政婦になりません。いい加減理解してください。ほんと生意気なんだから。だったら婚約破棄の慰謝料1000万払いなさい。
は？結婚反対したのはそちらですよ。だから何よ、婚約破棄を言い出したのはあなたでしょ。でもそう仕向けたのはそちらです。お金欲しさに健太を騙して傷つけたのに償おうという気持ちはないの？やましいことは何もしてません。あの手この手で健太を色仕掛けで騙したくせに、あなたの勤務先にも言いつけてやる。会社に迷惑をかけるのはやめてください。あら、会社には知られたくないよね。忙しいのにこんなつまらないことで時間を取るのは申し訳ないです。健太との婚約がつまらないことですって？口を慎みなさい。とにかく会社には言わないでください。いいじゃない、あなたはどうせその会社を辞めてうちの専属家政婦になるんだから。それが嫌なら1000万払え。どっちも嫌です。そんなわがままが通ると思ってるの？わがままはどっちですか？誰が聞いてもそちらの言い分がおかしいです。世の中はお金を持っている方が正義なの。だから母子家庭のあなたより私が正しいの。そんなの聞いたことありません。セレブではそれが常識。じゃあ婚約破棄の慰謝料が相場よりめちゃくちゃ高いのもセレブでは当たり前なんですか？そうよ。それでも安くしてあげたつもり。本当なら1億ぐらい請求したいわ。そんな金額払えません。でしょうね。だったら一生うちで家政婦として働きなさい。もちろんタダで。あの、お話にならないので母に相談してから連絡します。はあ？あなたのお母さんってそこら辺のスーパーのパートでしょ。そんな人に相談してもね。母は自営業です。あら、請負で牛乳でも配ってるの？お金のことで心配かけない方がいいんじゃない？どうせお金ないんだから。後で連絡しますので楽しみに待っててください。3時間後、結論が出ました。あら、うちで家政婦する決心がついたの？お母さんも一緒に雇ってあげてもいいわよ。あの、家賃滞納してるのでそのタワマン出てってください。あなた何言ってるの？うちの母そのタワマンのオーナーなんです。くだらない冗談はやめなさい。全然笑えないわ。先ほどまでのやり取りを母に見せました。カンカンに怒ってましたよ。そうよね。1000万円なんてあなたたちは払えないわよね。母は払ってもいいと言ってます。現金で。え？その代わりこれまで滞納している半年分の家賃を払って、その部屋からすぐに出て行けと言ってます。なんで半年払ってないって知ってるの？だからそのタワマンはうちの母の持ち物なんですって。だってあなたの家は母子家庭でしょ。だから何ですか？家は代々の地主の家系です。あら、そうなの？もう早く言ってくれればいいのに。マキコさん、意地悪なんだから。ご挨拶に伺った時に言おうと思ったのですが、いきなりお茶をかけられて言いそびれちゃいました。それはそのちょっとした誤解で。母は婚約破棄の慰謝料を支払う代わりに、私の火傷の件を警察に被害届を出して慰謝料を請求すると言ってます。そんなの困るわ。慰謝料2000万請求するそうです。そんなのぼったくりよ。これがセレブの常識らしいですよ。そんなの非常識よ。非常識はそちらでしょ。火傷の跡が残るようならもっと請求すると言ってます。マキコさん、お母さんを説得してちょうだい。嫌です。私も母の考えに賛成なので。だって私たちこれから親戚になるのよ。なりません。さっき婚約破棄したので。そんなこと言わないで仲直りしましょう。無理です。早く出てってください。ここを追い出されたら私たち行くところがないのよ。あら、お金持ちのセレブなんですよね。また別のタワマンに引っ越しなされてはいかがですか？会社の経営が厳しくて親戚にも借金してるし、お金に余裕がないの。そんなの知ってこっちゃないです。そんなこと言わないで。私が悪かったわ。お茶をかけたこと謝るから。今さら遅いですよ。健太とマキコさんは運命の赤い糸で結ばれているのよ。すぐに結婚しましょう。健太もそれを望んでるわ。私は望んでませんけど。だったらせめてこのタワマンからは追い出さないで。私たちここが気に入ってるのよ。そうですよね。
相場よりだいぶ家賃が安いですよね。だから家賃はもうちょっと待ってもらえないかしら。あなたの家お金持ちなんだから。うちは母子家庭でお金がないからしっかり払ってくださいと母が言ってます。そんな、どこに行けばいいのよ。親戚からも見放されて行くところがないのよ。そうですか、頑張ってください。ああ、そうだ、お母様に他に空いてる部屋がないか聞いてもらえないかしら。一軒紹介できそうなところがあるみたいです。ああ、どんなところ？広さは？築年数は？築50年のボロアパートで、雨漏りと隙間風で大変だと思いますけど、贅沢は言えないですよね。そんなところ絶対嫌よ。でしたらこれからホームレス生活頑張ってください。後日談。母の逆鱗に触れた元婚約者一家は住んでいたタワマンを追い出されることに。会社も倒産して、どこで何をしていることやら。風の便りでは、元婚約者一家は怖い人たちからお金を借りていたらしく、遠いところで借金返済のために寝る間もなく働かされているとか。私は母の秘書に転職して跡継ぎとして仕事を覚えながら人を見る目を養っています。もう少し気持ちが落ち着いたら、これに懲りず新しい出会いを探そうと思います。今はどこにいるんだ？そろそろ帰ってきてくれ。友達と遊んでる時に旦那からの LINE とかマジでしらける。今何時か分かってる？私がいつどこで何をしようが勝手でしょ。残業が終わって帰ってきたのに夕飯もないし、部屋は散らかってるんだが。自分ですれば？毎日俺が捨てるよ。それならいいじゃない。でも俺にも仕事があるから大変なんだよ。少しは捨てくれないか？そんな話をするために LINE しないで。うざい。でもいくらなんでも11時は遅くないか？心配なんだ。そんな遅くないでしょ。まだまだ遊び足りないわ。ここのところ毎日だよな。遊ぶなとは言わないけど、さすがに毎日は遊びすぎだろ。なんであんたの言うことを聞かなくちゃいけないわけ？俺の言うことは絶対だなんて言わない。でも少しは聞いてくれてもいいじゃないか。気が向いたら聞いてあげる。今どこにいるんだ？迎えに行く。来なくていいわよ。旦那が迎えに来たらしらけるの。出しゃばらないで。こっちはいいところなのよ。今何してるんだ？飲み会してるの。今日は競馬で勝ったから。競馬？ギャンブルしてるのか？大勝利だったわ。すごいでしょ。こないだ小遣い全部使ったって言ってなかった？サトシの通帳から出したわよ。は？足りないから仕方ないわよね。小遣いが月5万って少なすぎでしょ。十分だろ。パパはもっとくれてた。それは社長だからだ。サトシはケチなのよ。社長と比べないでくれ。パパぐらい小遣いをくれるようになったら意見したら？お前な。それより本当に俺の通帳から出したのか？そうよ。嘘つく意味がないでしょ。本当だ。やっと貯めた700万が300万になってる。だから言ったじゃない。なんでこんなに金が必要なんだ？男に貢いでるんじゃないだろうな。そんなことしてないわよ。妻を疑うなんてひどいわ。本当だろうな。疑うなって言ってるの。何度も言わせないで。なんで将来のための貯金を使ったんだ？私のためにお金を使わないからでしょ。暗証番号は知らないはずだろ。スマホのメモ帳に書いてあったから。勝手にスマホを見るな。テーブルの上に置きっぱなしにしてた。そっちが悪い。ロックもしないで不用心すぎ。盗み見る方が悪いに決まってるだろ。私は何も悪くありません。これ以上文句を言うんだったらパパに言いつけるわよ。それは嫌なら黙ってなさい。私は自由に生きたいの。面倒なしがらみを押し付けないで。じゃあなんで結婚したんだ？私の好きなようにしていいって言ったからよ。確かに言ったが。じゃあ文句言わないで。でも二人で支え合っていきたいと思うのは普通じゃないのか？私の普通は夫が全てやることよ。専業主婦って言葉があるでしょ。俺は仕事をしているぞ。とにかくこれ以上しつこいなら本当にパパに言いつけるから。お父さんを出すのはずるい。社長であるパパに言ったらどうなるかしら。アホでもわかるわよね。わかったよ。でも日が変わる前には帰ってきてくれ。はいはい、覚えておくわ。俺はサトシ、33歳の中小企業で働くサラリーマンです。自分で言うのもなんですが、
優秀でいろんな会社から引き抜きの誘いを受けたこともあったのですが、社長令嬢のマリエに一目惚れをしてこの会社に残ることにしました。そしてマリエに告白し、交際1年で結婚して今に至ります。マリエはまだ27歳で遊びたい盛り、付き合っていた頃はまだマシだったのですが、今ではわがまま放題で遊び放題。聞いたところ、昔から甘え上手なところも可愛いと、社長であるギフは今までマリエを甘やかしてきたようです。結婚してから1ヶ月経つと、専業主婦なのに家事を全くしなくなりました。日によっては帰ってくるのが遅く、朝に帰宅することもしばしば。注意しても改善はされず、逆にことあるごとに父親に言いつけると言われて、俺も強くは言い出せなくなってしまいます。まだ結婚して半年ですし、スピード離婚はしたくないので、どうにかしてマリエとうまく関係を築きたいと思っていたのに、まさかあんなことを言い出すなんて。1ヶ月後。私、家を出る。あんたといるのはもう耐えられない。え？今さら謝ってきても無駄だから。まだ会社にいるから、帰ったらちゃんと話し合おう。あなたの意見なんて聞くわけないでしょ。もう離婚届も書いたから提出しておいて。ちょっと待て、本気で言ってるのか。さっきからそう言ってるでしょ。理解力足りないわね。離婚の理由は？子供ができたの。俺たち最近してないよな。あんたとはしたくないからね。気持ち悪くてマジで無理。本当にお前はひどいよ。浮気してないって言うから一度は信じたのに。素直に信じてて偉いでちゅね。裏切られてどんな気持ち？人をからかうのもいい加減にしろよ。今どこにいる？家で待ってろ。そんなの待つわけないでしょ。彼と駆け落ちするから。は？私、彼のことが好きなの。サトシとは比べ物にならないぐらい。ふざけるな。何が不満だったんだ？だってサトシって仕事はできるけど、それ以外は面白くないんだもん。なんだと？遊び心がないっていうかさ、一緒にいても楽しくないんだよね。夜の方も面白くないし。今までそんなこと思ってたのかよ。俺の時間を返せ。プロポーズしたのはそっちでしょ。むしろ被害者は私よ。はあ？毎日家事を強制されて、お小遣いも少なかったし、こっちが慰謝料をもらいたいぐらいだわ。家事なんて全くしなかったし、小遣いだって十分だったはずだ。全く足りない。どれだけ無駄遣いしたら気が済むんだ。無駄遣いなんてしてないから。それよりもちゃんと離婚してよね。そこまで言うなら離婚はしてやる。でも慰謝料は払ってもらうからな。払うわけないでしょ。私と結婚できただけありがたく思いなさい。毎日辛いだけだったよ、この半年間。どれだけ関係を改善しようと努力してもうまくいかなかったから。無駄な努力、全然気づかなかった。幸せな結婚生活を送れると思っていたのに。私と入れて幸せだったでしょ。そう思ってたのならお前の目は節穴だ。とりあえず仕事が終わったらすぐに帰るから、家で待ってろ。もう出ていくって言ったよね。慰謝料も払わないから。浮気したら払うのが常識だ。そんな常識知らない。何と言おうとこれは絶対だ。浮気相手もな。彼はお金がないから無理よ。意外だな、金持ちと浮気してるのだとばっかり思ってた。お金よりも大事なものがあるでしょ。お前にそんなものが存在するのか？顔よ。は？彼すっごいイケメンなの。顔だけ？あと夜も楽しいのよね。売れないミュージシャンでも全然いけるわ。俺はそんな男に負けたってことか。ってことで慰謝料はパパに請求して。そんなことできるわけないだろ。パパのお金は私のお金でもあるのよ。これこそ常識でしょ。何が常識が？意味がわからない。これ以上の話はパパにして。あ、お金がないから私の口座に振り込んでおいてよ。1000万ぐらい。絶対しないから。は？なんで？妻に貢ぐのは当たり前でしょ。離婚するならもう妻じゃないだろ。それに貯金に手を出して浮気までしたんだ。絶対に嫌だ。本当に最後まで役立たずね。あんたに構ってる暇はないから、もう行くわ。おい、まだ話は終わってないぞ。聞いてるのか？3年後。3年前は駆け落ちしちゃってごめんなさいね。どちら様ですか？忘れちゃった？愛する妻のマリエよ。知りませんね。僕には妻はいません。
私に捨てられたのがショックだったの。ごめんって。何の用ですか？パパに頼んで、あんた社長にしてあげるから再婚しよう。もう俺が社長だよ。は？やっぱり知らなかったのか。いやいや、そんなわけないでしょ。お前と連絡が取れないし、帰ってくる気配がないから社長になってくれって頼まれたんだ。妄想はやめて。パパにサトシはアホなこと言ってるって告げ口してやるんだから。お父さんは半年前に病気で他界したよ。え？嘘でしょ。こんな嘘言うかよ。そんなの聞いてない。着信拒否してたからじゃないのか。だって連絡がうるさかったんだもん。両親はずっと心配してたんだぞ。連絡くらいはしてやれよ。なんでパパがあんなに元気だったじゃない。2年前に病気が発覚して、それから闘病の末に。ありえない。ギリギリまで仕事をしていたけど、ベッドから起き上がれなくなって社長が俺に代わったんだ。信じられないわ。それこそサトシの妄想よ。私に離婚されて頭がおかしくなったんでしょう。そう思うならお母さんにでも聞いてみたらいいじゃないか。本当だった。言った通りだろ。ねえサトシ、私たち相性がいいと思うの。再婚しよう。絶対に嫌。なんで？私のこと今でも好きでしょ。浮気するような女は大嫌いだよ。お願い、私もうサトシしかいないの。彼氏はどうしたんだ？いなくなった。なんで？借金まみれで蒸発したのよ。私もお金なし、子供と二人で大変で。それは大変だな。子供もまだ小さいのに、かわいそうだ。そうでしょ。だから助けて。俺が助ける義理はないな。人手なし、最低。お前にだけは言われたくない。自分で働いたらいいじゃないか。もう働いてるわよ。でもあんな店嫌なの。おじさんばかりで気持ち悪いし。夜の店で働いてるのか。そうよ、私が働ける場所はそれぐらいしかなくて。確かにマリアにはぴったりじゃないか。せいぜいナンバーワンになれるように頑張れよ。人事じゃない。人事だからな。そういえばお父さんの遺産はどうしたんだ。もらえるはずじゃないか。それがさっきお母さんに電話した時に、遺産はあげないって言われて、遺言書にもそう書いてあるからって。それはご愁傷様。じゃあ金の問題は自分で何とかするんだな。サトシからお母さんに言ってよ。私がかわいそうだから遺産を分けてって。自業自得だからかわいそうではない。ひどいわ、私は被害者なのに。自分が駆け落ちしたんだろう。お願い、本当にもうサトシだけが頼りなの。お母さんにも縁を切られたのよ。さっきから嫌だって言ってる。そんな。あ、そうだ。え、もしかしてお金くれるの？100万だけでいいんだけど。そんなわけあるが、逆に俺がお前に慰謝料をもらうんだ。え？前に払ってもらえなかったからな。それはパパからもらったんじゃないの？そりゃ何度も謝られて払うって言われたさ。もらえばいいじゃない。お父さんは何も悪くない。むしろ今までよくしてくれたんだから、もらうなんてできない。じゃあ私も払わなくていいでしょ。お前は浮気した張本人だ。あ、ちょっと待ってよ。今調べたら浮気の慰謝料は3年で時効だって書いてあったわ。ちゃんと調べたんだな。えらいえらい。何その言い方、超ムカつく。でも払わなくていいのよね。いいよ、お前は払わなくちゃいけないよ。は？よーく思い出してみろ。お前が駆け落ちするって言って出て行った日は、正確には3年前じゃなく2年11ヶ月前だ。え？ LINE の履歴にもちゃんと日にちが書かれてある。ちょっと待って、そんな。俺も諦めてたけど、お前から連絡が来て嬉しいよ。私は嬉しくない。弁護士を立ててしっかりと請求するからな。何でもする。だから慰謝料だけは。当然のことをしているだけだから、拒否なんてできないぞ。じゃあ再婚してよ。まだ諦めてないのか。もうわがままも言わないし、いい奥さんになるから。美人な妻が帰ってきてサトシも嬉しいでしょ。再婚したら慰謝料払わなくていいとか思ってるんだろう。違うわ、サトシは愛してるから言ってるだけ。サトシの大切さがこの3年で身に染みたのよ。その言葉本当に気持ち悪いからやめてくれ。お前とは絶対に関わらない。復縁してくれるまで付きまとうから、絶対に邪魔してやる。そんなことしたら警察に通報するからな。後日談。その後もマリエは復縁しろと言ってきましたが、全て無視し続けました。すると宣言通り会社にまで来て復縁を迫り暴れ回ったので、
警察に通報して引き取ってもらうことに。マリエは警察で注意を受けても反省はせず、その後も繰り返し付きまとってきたので接近禁止にしてもらいました。そして弁護士を交えて120万円の慰謝料を請求することに。使い込まれた400万も取り戻すべく弁護士と協議中です。マリエは次に実家の前をうろつき始め、仕方なくお母さんは手切れ金を渡して縁を切り家を追い出したそうです。ちなみにマリエは遺産には遺留分があるということを知らないらしく、本当に遺産を受け取っていないと聞きました。今では夜の街で働き詰めながら子供と二人で細々と暮らしているそうです。浮気相手の消息はつかめていませんが、つい最近何かの罪で警察に捕まったと風の便りで聞きました。美人だったマリエは今ではその面影もなくなり、再婚しようと躍起になっていますが、性格も災いして誰も見向きもしなくなりました。あんなにも傲慢で自分勝手だった人間がここまでなってしまうとは。子供だけでもまともに成長してくれたらと思います。一方俺はあれから会社の業績を少しずつですが上げることができ、しかも1年経って素敵な女性と巡り合うことができました。この女性のことは一生大事にしたいと思っています。ママとの同居することに決めたからよろしくね。はい、どういうこと？そのままの意味だよ。ママとの同居楽しみだな。ママの料理が毎日食べられる。同居って私たちと一緒に住むってこと？それ以外何があるんだよ。何勝手に決めてんの？その家私の名義だよね。そうだね、もともと私の実家だったところよ。単身赴任中に好き勝手されたらたまったもんじゃないよ。私は許可してないよ。というか相談もされてない。結婚して夫婦なんだから俺のものでもあるだろ。確かに夫婦だけど、相談もなしに勝手に同居を決めるのはあんまりじゃない。今回の海外の仕事が終わったら妊活を始めるって決めただろ。実際子供が生まれたらママの助けが必要じゃんか。それは子供が生まれたり妊娠してから夫婦で話し合って必要であれば手を借りる方法を話し合うものじゃないの？お前が忙しいと思って俺が先に考えて行動しておいたんだろ。俺を言われても文句言われる筋合いはないよな。そういうことじゃなくて、とにかくお前はまだ半年近く帰ってこれないんだから、こっちのことは俺に任せとけって。いやいや、そんなこと言われて任せられるわけなくない？とにかく私が帰るまで何もしないで、勝手に一人で決めないでよ。俺が優しさでやってやったことなのに文句を言われるならもういい。俺は寝る。ちょっとまだ話終わってないよ。聞いてるの？ねえ、私はことの26歳、会社員です。夫とは結婚3年目になります。私は現在会社の海外事業部の仕事のため単身赴任で中国にいます。期間は1年です。夫は結婚後仕事が長く続かず転職を繰り返しており、今回の赴任先に一緒に行くことも考えましたが、今の仕事で採用されたばかりだったため単身赴任をすることを決めました。正直夫を一人で家に残すのは不安でした。結婚してから金がかなりのマゾコンであることに気がついてしまったのです。義母と二人で何かやらかすのではないかと警戒はしていたのですが、まさかこの不安が的中することが起きるなんて思ってもみませんでした。任期が残り1週間の頃、夫はさらに追い打ちをかけてくるのです。半年後、来週なんだけど水曜の昼12時頃帰国予定で空港に着くんだけど迎えに来れる？単身赴任ももう終わりか。意外と早かったな。その日は迎えは無理だ。電車とかタクシーで帰ってきて。仕事休みの日だよね。休みなんだけどちょっと今立て込んでて。立て込んでる？何かあったの？ちょうどその日ママが引っ越してくる日なんだ。荷ほどきとか手伝わなきゃだからその日はバタバタなんだよ。まさかうちに引っ越してくるんじゃないでしょうね？そうだよ。いやいや、引っ越しってうちそんなに広くないし、今引っ越してこられてもお母さんの部屋なんてないでしょう。というか帰国したらちゃんと話そうって言ったじゃん。何勝手なことしてるのよ。部屋の数なら心配ないよ。リフォームというか増築というか、お前の単身赴任中に家を2世帯住宅にしたからな。は？リフォーム？増築？何も聞いてないんだけど。ママが一緒に住むって言ったじゃん。だからママの住む場所を作っただけだよ。待って、
頭が追いつかない。だから今の家じゃママの部屋はないでしょ。だから庭を少し潰してママ専用の部屋を作ったの。ママママうるさい。まあ現状はわかった。そのお金はどこから出したのよ。あなたの名前じゃローンなんて組めないでしょ。お母さんが出してくれたの。ローンなんて必要ないだろ、貯金があったじゃん。え、結婚後の共同貯金なんて家をリフォームできるほどなかったはずだよ。うん、結婚後の貯金じゃ足りなかったから琴乃の独身時代の貯金使ったよ。は、なんで私の通帳の場所知ってるのよ。琴乃の部屋探したらあったよ。探したって、私の部屋漁ったってこと。漁ったなんて人聞きが悪いだろ。探したんだよ。漁ったも探したも一緒でしょ。何勝手なこと。ちょっとの増築だからそんなにかからないと思ったんだけど意外と高いんだよな。何を作ったの。繋がってるけど離れみたいなものだよ。ママの個室に小さなキッチンとトイレ、お風呂をつけただけだよ。いやもうそれ小さな家建ててるのと一緒じゃん。高いに決まってるでしょ。相場なんて知らなかったし。それに口座の暗証番号はどうやって知ったのよ。お前がお金下ろしてる時何かあったらいけないと思って暗証番号を見ておいたんだよ。それで銀行の ATM で1回50万まで下ろせるから何日かかけて下ろしたんだよ。じゃあ私が帰る頃にはうちがリフォームされてお母さんが住んでるってこと。当たり前だろ。何勝手に決めてるのよ。今すぐお母さんには帰ってもらって。勝手に決めないでって言ったでしょ。ママに帰れなんて俺が言えるわけないだろ。今何を言ってももう仕方ないね。とにかく帰ったら話し合う。 LINE で話すことじゃないよ。話すことなんてないだろ。ママはもう住んでるんだから、ママの前で余計なこと言うなよ。もう決定事項なんだから。決定事項って私の家なんだけど。私の家じゃなくて俺たちの家だろ。俺たち夫婦なんだから。それに余計なことって何。まさか自分が全額出したとか言ったわけじゃないでしょうね。言ったよ。ママの前なんだから見え張らせてくれよ。お前も俺を立てろよ。もういいわ、話すだけ無駄みたいね。分かればいいんだよ。とにかく水曜日は自力で適当に帰ってきてくれ。よろしくな。帰国当日。帰国したか。今日はママの家の片付けがもう少しかかりそうだからこっちに泊まる。もう帰ってこなくていいよ。というか帰る場所なくなったよ。は、どういうこと。今取り壊し中だよ。取り壊し、どういうことだ。帰国したら相談するつもりだったんだけど、もともとリフォームというか建て替えを考えてたんだよ。小さい頃から住んでいる家だし愛着も思い出もあるから悩んでたんだよね。俺は何も聞いてない。言ってないもん。解体って俺やママの荷物は。私もそこまで鬼じゃないから引っ越し業者いらして、あんたとお母さんの荷物は貸し倉庫に預けたよ。そんなこと海外にいたお前が手配できるわけない。できるわよ。日本の知り合いを通じて引っ越し業者と解体業者に依頼したのよ。お前何勝手なこと。勝手なことしたのはどっちよ。私の家を勝手にいじくりまくってあなたが言える言葉じゃないでしょ。私の大切な思い出のある家だったのに。だから俺たち夫婦の家なんだから俺が何したっていいだろ。あのね、私が小さい頃からずっと住んでいる家なの。そんな思い出がたくさん詰まった家を私が二十歳の頃相続して、その後も手入れを欠かさず大事にしてきたの。知ってるよね。結婚前に私の名義になったものなんだから、あなたのものでも夫婦のものでもなく私のものなの。わかる。だって俺とお前は夫婦だろ。夫婦とか関係ないから。それと貸倉庫は1週間しか借りてないからね。1週間経っても引き取りに来なかったら処分していいって伝えてあるから。処分って取りに行くにも今の俺には帰るところがないんだぞ。ママの家に持っていけば。ママの家はもう退去手続きを取っちゃってるから住むのは無理だよ。お前はどこに住むんだ。お前だって家をなくしたんだぞ。分かってるのか。私は家が建つまでマンスリーマンションでも借りるよ。じゃあ俺もそこに住むよ。住所教えてくれ。まだ借りてないし、それに絶対嫌よ。なんであんたと住まなきゃいけないの。離婚するのに。離婚。当たり前でしょ。これだけ好き勝手やって夫婦でいられるわけないじゃない。俺は離婚なんてしない。だいたいお前が仕事ばっかりで俺の世話をしないから。ママが俺のためにって同居もしててくれたんだぞ。お前にだって俺をほったらかしにした責任がある。意味がわからない。
今後生まれてくるかもしれない子供のための同居だって言わなかった？それは、その…結婚した途端、まさかのマザコン具合でどうなるかとは思っていたのよ。まさかここまでのマザコンだとは思わなかった？母親を大事にして何が悪いんだ。親を大事にすることとあんたがやっていることは全く違うから。何が違うんだよ。さっき俺をほったらかしてって言ったけど、私が仕事しなかったらうちは食べていけないの、わかるよね。あんたが転職ばっかりして収入は安定しないし昇給もしない。なんでこの状況で食べてこられたわけ？私が一生懸命働いてたからでしょ。うるさい、生意気な口を聞くな。子供じゃないんだから冷静になりなさいよ。直接話しても拉致が開かないから、私が依頼した弁護士さんを通して今後の話をしましょう。弁護士まで雇ったのか、卑怯だろ。こういうのは素人同士で話すよりプロにお任せした方がスムーズなのよ。俺には弁護士いないのに。雇いたいなら雇えば。お金かかるけどね。もういい、俺もお前みたいな生意気な女はいらない。離婚でいいよ。それじゃあその旨を弁護士さんに伝えてちょうだい。あと慰謝料と共同貯金の半分、それに私の貯金を勝手に使った分は返金を要求するので、そのつもりで。共同貯金の意味を知らないのか。文字通り共同貯金なんだから俺が使っていいものなんだよ。だから返金はしない。はい、共同貯金は結婚している期間の貯金のことよ。だから私に半分権利があるのよ。というか半分どころか、ほとんど私のボーナスや月々の給与から積み立てたものなんだから。あんたのお金なんて1円も入ってないんだけどね。全額返してほしいけど、入金の証拠なんてないから半分で勘弁してあげるわ。偉そうに言いやがって。じゃあ共同貯金の半額は返してやるよ。でもお前の貯金は夫婦になったんだから俺が使えるものだろ。だから俺は返金しない。結婚前の貯金はたとえ結婚しても配偶者のものにはならないの。だから独身時代の貯金の使い込み金額は全額返金要求します。ちょっと待って、やっぱり離婚はなし。謝るから。ごめん、ママも同居させないから。もう一回やり直そう。俺も仕事頑張るからな。弁護士さんに連絡してください。それではブロックします。おい待ってくれ、返金っていくらになるんだよ。琴乃、おい。後日談。その後うちに荷物は取りに行ったようです。義母は私が同意していなかったのは知らなかったようですが、嫁なんだから言うことを聞けと罵詈雑言の LINE が来ました。返信をせず既読もつけず、サクッとブロックしました。夫とは弁護士さんを挟み離婚成立。リフォーム代として消えた共同貯金の半分と私の独身時代の貯金総額1000万円を請求しました。一括返済を求めたところ、どこからか借金をして返済してきたようです。元夫はその後も仕事が続かず職を転々としていた結果、最終的にどこにも採用されなくなってしまい、家も借りれずホームレスのような暮らしをしているらしいです。私はその後新しく平屋を建て一人で住んでいます。家族との思い出が詰まった家でしたが、亡くなった家族も理解してくれると思います。